ございます。ナイツの土屋です。おはようございます。ナイツ花輪です。今週5月8日からね、新型コロナが5類にね移行しましたけどね、はい、ハグ解禁っていうねワードがね話題になってましたね。ですね、まあ、ディズニーランドでまたキャラクターたちとねハグができるようになったんですよね。あの東洋館はねまだハグ解禁されてない。前からやってねえよな、需要ないだろ。浅草のミッキーミニコとね、東京太夢子です。聞いたことないよな。まあでも本当5類になって初めての週末を迎えましたけどね、昨日も飲み会が多かったみたいですしね、やっと日常が戻ってきたって感じしますけどね。そうですね。街でもマスクしてない人も増えましたよね。そうですかね。いやそうじゃない。いやこの前銀座でなんか時計強盗したやつらみんなマスクしてましたけどねあれは顔バレしないための仮面でしょうね。でコロナ対策で被ってるわけじゃないから、まあ、今週ねその銀座の時計店で起こった強盗事件、大きなニュースになりましたよね。まだ明るい時間帯にね仮面を被った3人組が強盗ですからね、びっくりしましたよ ね。まさにGショックでしたよ。いやロレックスなのよ、盗まれたのはね、あ、ごめんなさい勘違いしてましたね、落としたら壊れるでおなじみのロレックスの方です。そんな言い方しないわな、Gショックの方が落としても壊れないってだけだから。まあそれにしてもね、ニュースで犯行の映像を見ると怖いですよね。バールのようなものでね次々とショーケースを割ってね、そうそうそう、で車のようなものに乗って逃げてましたからね。車ははっきり車でいいだろ別に。いや最近の日本どうしちゃったんですかね、治安悪化してて心配なんですよ。ほら来週あの広島でね G7 サミットがあの開幕するんですからね。確かにそうですね、まあ、無事に終わってほしいですよ。来週の G7 に先駆けて今週はね D7 が行われましたけどね。 D7?、はい、そんなのありましたっけ。あロバート・デ・ニーロに7人目の子供が生まれましたから。 D7 って言わないよな。いや D ってデ・ニーロのデのことね。そうですね。いやおめでたいですけど、はい、79歳で7人目の子供っていうのもまたすごいですけど ね。こう改めてねロバート・デ・ニーロを調べてみたんですけどね、一躍有名になったのが1974年なんですね。このアカデミー賞助演男優賞を受賞したね、あのコッポラ監督の不朽の名作ビッグダディパート2ですね。ゴッドファーザーだよな、いや、まあ、今やデニーロもビッグダディかもしんないけど。その後も数々の作品に出演しました。タクシードライバー、レイジングブルー、あと島佐屋敷ですね、おそらくニューヨークでしょうね。そして近年では大ヒット作ジョーカーに出演するなどね、現在も第一線でご活躍されています、本日のゲストロバート・デ・ニーロさんです。来るわけねえだろな、ゲストのプロフィール紹介みたいに言うな、いい加減にしろ。どうもありがとうございました。土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。5月13日土曜日朝9時になりました。おはようございます。ナイツの土屋信之です、はい。おはようございます。ナイツ花信之です。おはようございます。TBS アナウンサーの出水舞です。FM905 AM954 の TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。朝9時からお昼の12時45分まで3時間45分の生放送です。TBS ラジオクリーンサタデー、この時間の放送は埼玉県戸田送信所からみんな電力より供給される岩手県盛岡市の姫神ウィンドパークで作られた電気でお届けしています。はい、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたしますね。雨ですね。雨ですね。あっという間にね降ってきましたね。はい、なんかここのところ毎週末雨っていう感じですね。そうね、ちょっとゴールデンウィーク以降お天気不安定ですね。そうですね、なんか寒いよね。寒い。そうそうはね、まあなんかあんまりすっきりしないね。なんかあったかい時もあったんだけど、昨日とかあったかったけど。昨日あったかったっけ、夜ちょっと寒かったですね。夜は冷えたね、夜寒かったよね、なんか、わかんないんだよな最近もう全然。そうなんですよ、なんか外が急に寒くなる、涼しくなることもあるのに、中に入ると結構冷房が効いてたりして、あそうね、その温度差でそういうのもある、足とか冷え冷えでしたね昨日ね。え、半袖で大丈夫？今は半袖だね。あそう、なんか全然最近なんか半袖多いよね。なんだろう、ね、なんか代謝が良くなった。代謝良くなったのサウナで。あそうなんだ。なんかでも本当冷え性は治った、治ったってかもしれないね。個人の見解ですけど。そうなんですか、はい、ゴルフは関係ない。あゴルフは、まあ、代謝とか関係ないか。どうなんだろう、まあ、運動だから、まあ、よくはなるとは思うけど、まあ、その前からだからね、やっぱりちょっと
ゴルフは本当最近だからまたやり始めたので、土屋さん春先に結構こう、ね、胃腸の調子を壊すことが多かった。そうそうそう、そお腹も壊すし言ってたね、よく覚えてますね、春先に胃腸も春先に、うん、お腹はね相変わらずちょっと緩いでもお腹緩いんだお腹はちょっと壊しがちだけどあ秋とか の、うん、桃引きとかはあんまりもう履かなくなって、それすごい、すごいことですよ。必ずだってもう9月ぐらいから桃引き履いてたんですか。で膝掛けをねもらって、うん、必ずこうなんか毛布とかも持参して、ね、この部屋はどうですか。いや半袖でちょうどいいぐらい。あそう。え寒い？ちょっと寒いですよね。そうですよ、ね。あそう。俺とデミズさん多分、俺なんかやっぱりデミズさんいつも寒いだろうなって思うことある結構放送して。そう。途中で膝掛けしたりね。そうですそうです、うん、カーディガンかけたりだとかします。今日もやっぱり長袖で、うん、いつもよりちょっとちょっと長袖だと今暑いかな。あそう、うん、花輪さんだってトレーナー着てますからなんかすごく対照的な2人のファッションですね。でもこの前の日曜日の営業が、はい、岩手だったけど、うんうん、間違えて短パン履いてちゃった短パン。しかも岩手その前の週が暑すぎて、うん、ずっと今週暑いもんだと思って、雨の岩手めっちゃくちゃ寒かった、ね、寒いでしょ、うん、先週大失敗したんだからさ岩手外出れないんだからなんで短パンで行くの。いやなんかもうそのゴールデンウィークで暑い思い出があったから。そうなんですよ。そのまま引きずってたのかな。ゴールデンウィークゴールデンウィークもうでもだいぶ前じゃん。もうだって2週間ぐらい経ってるね。めちゃくちゃ暑かったから。わかります。大失敗しましたよ。その辺がでもまあ今の時期一番難しいかもね。難しいちょっとね、うん、私もあの先日映画の東京 MER 見に行ったんですけど、うんうん、あれって炎が燃え盛る、うんうんうん、まあ火事の現場での救命活動、ねうん、あもう映画やってんの。やってますやってます、うんうん、大ヒットしております。見てください TBS の。なんかもうこう見てて熱い気持ちにならなきゃいけないんですけど、うん、映画館ギンギンに冷えてて、うん、それはね誰に合わせていいか分かんないからあるかもね。映像の視覚効果があるとはいえね。しかも冷たい飲み物買ってっちゃったので、もう途中からもう冷え冷え寒いとかだから映像とかなりギャップがありました。入ってこないもんね。火では温まんないですそれね、え入ってこなくなるもんな途中で寒いと寒い時あるな。あるよ、うん、じゃあもうだいぶすっげえ寒いとこももう大丈夫になってきた。キンキンのとこあるじゃない。大丈夫とかそういうわけじゃないけど、うんうん、でも1枚やっぱ持ってくようにはしてるよ、ね、あいざとなったら。今はでも全然そうなんです、ね、すごいね。ねあるもんなんだな人間の、ね、いい効果ありますね。すごいよな。あくまで個人の、うん見解ですけども、そうかもしれない。 だいぶ冷え性は改善されたような気がします。もうサウナとゴルフ三昧ですもんね今。ゴルフも本当にサウナとゴルフ以外なんかやってますよ他サウナとゴルフと消し坂以外、うん、お笑いやってますか。お笑いのお笑いは昨日東洋館に出ましたね。あ、はい、東洋館とあと有罪一門会に出ました。あ、はい、一緒ですけど花さんとやってる。サウナとゴルフのセットってちょっとこう社長さんっぽい、ね、おじさんだよね。本当おじさんだよね。だよね本当に。いやもう見事なおじさんだって。競馬あと競馬やってゴルフ。やってゴルフ。競馬。ね、あと麻雀が入ってきたら最強じゃないですか。そうだね本当ね。そうだよね。ゴルフめちゃくちゃ。昨日ゴルフやったの朝。昨日は、雷と、森くんとドブロックの行ってきた。うん、だから東洋館の時にさ、うん、思ったんだけど、うん、顔疲れてましたよ漫才やってあそうです支障をきたしてますからね。目が開いてなかったからね俺びっくりしたわ。途中で横見た時に目がこう半分こっちそんなわけね、うん、そんなわけね本当にちゃんと記憶はありますよ。すぐいや記憶はあるでしょうけど顔に出てるからもう待ってくださいよ。あもう分かるもんそのあこあいつ朝なんかやってきたなっていうのは。なるほどね。そういう風にね、うん、なんかやっぱになっちゃうから俺がだから一時期東洋館の前に、うん、あのロックスでプールの会員になってあ体力つけようと思ってその後のやっぱ運動してからだとやっぱり支障が出るんだね。いくら頑張ってもなんかもう 目がこうもうなんかこうトローンってしたってたからあとさゴルフって本当楽しくて、うん、いい趣味なんだけど、うん、一個だけねもう嫌なのが、うん寝れないのよゴルフの前って。ああ、だからもうそれが眠そうになった顔でそう。そっかそっか。そう寝ないでゴルフ行くの、うん、本当に眠れないんだよね。ワクワクしちゃうんですか。もうなんなんだろうね。楽しくてなのか、まあ、うん、朝早いから起きなきゃいけないっていうプレッシャーもあるのか、うん、本当にゴルフの前って、うん。それでもなんか誰かも言ってたのを聞いたけど。うん
俺は、まあ、まだラウンドちゃんと行ったことないからないから分かんないけど、うんうん、でもそれはないかな。寝れると思うけど。いや、楽しみすぎるのかな。楽しみすぎるの。いやもう恥ずかしい話なんだけど。小学生の遠足前みたいな。そうそうそう。大人になってこんなことあるんだって思うけど、本当にゴルフの前って眠れないんだよね。なんだろうね。なんだろうね。もうで昨日だ一昨日もだから11時ぐらいにもうベッドに入って、うん、そのやるんだけど、もう寝る、もう布団かけるんだけど、うん、もう全然ギンギンで。なんかそっか、 いつもと違う、まあ、明日のこと考えるの、やっぱ明日の最初の1打これはあえてもう曲がらないね、ハーフショットでいくか、うん、いやそれともやっぱり一発目だから思い切って OB カードでいくか、うん、みたいな、もうそんなん考えてたらもうダメだもん、楽しみで眠れなくなっちゃって、もうそれがもうそのままもう朝まで、うん、そう、うん、いろんな体勢変えて、ね、うん、部屋も変えて、うん、もう途中ちょっともうスイングしてみたりと、もう体動かして疲れさせて寝るかどうか、それでもダメ、全然ダメ。すごくかっこいいな。なんてだよ、かっこいいなっていう話ではないし。あ、そう。昨日雷だったけどね、一緒に行ってきたけど、うん、コンビでね、うん、誘っちゃって、あ、大丈夫かなと思ったけど、なんか雷って大丈夫だよね、二、うん、人でいつもなんかいるイメージ。まあわかるよ、ニコイチのセット、なんか仲いいよね雷と、ね、なんだっけ、ランジャタイはなんかいつも二人二人でなんか、あ、そうだね、二人で一定の距離感を保ちつつ歩いてる、なんかいつも一緒にいるから、一緒にいるいる、なんか、大丈夫かなと思って誘ったら、やっぱ二人来て、あとは森くんだから、ドブロックの、あ、ドブロックの森くんと、うんうん、そうそうそう、だからなんかやっぱ聞いたら、ラウンドも今まで 3,4 回しか回ってないけど、全部カメラ二人で回ってる、あ、そうなんだ、二人一緒に回ってる、いいね、でまた仲いいな、うん、同じとこに OB するんだよね、同じとこに OB したり同じバンカー入って、うん、同じ方向にグリーンの向こう側行っちゃったりとかね、なんだろう、首に対したりと同じなんで、本当仲いいんだよ。学ぶからなんか出てきたな、あのある日突然出てきたのが匠なんじゃない、分裂したわけじゃない、もともと一人だったわけじゃないと思う、うん、そうですか、うん、雷のね、うん、YouTube あるから、はい、あれ面白いですよ、畑ゴルフってやつ、ゴルフ YouTube、 ゴルフ YouTube やって、石田くんが匠が、ゴルフ行こうよっつって誘われて行ったら、うん、実家で、匠の実家で、うん、あとメロン農家かなんかじゃん、はい、うん、茨城のね、そうそうそう、ほこた、うんうんうん、でそのちょうど何にもまだ植えてない時期の畑で、はいはいはい、うん、ここが石田ファーマーズカントリークラブっつって、うんうん、そこでゴルフする動画、ああ面白そう、面白いですよ、土地があるからね、結構ボッコボコだから、もう、うん、ただの土だから、うんうん、転がしたら止まるし、うん、あ、そこでやってんだ、これ、そこでやるの、そこでやると、ホールはどうしてんですか、ホールはなんか畑の真ん中に、うん、なんかこの部屋ぐらいの緑のシートを敷いてるんだけど、そのまま畑の上に敷いてるただのシートだからし、うん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 、グリーンもボコボコだし、すごいね、転がしても止まるし、で楽しそう、じゃあ浮かせていこうとするじゃない、うん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 、浮かせていくと土の中にボールが埋まっちゃって、そうか、全部なくなるんだよ、ボールが誰も見つけられなくなる、次打てない、そうすごい、めちゃくちゃ贅沢な遊びだな、でも、ね、いや、そうそう、あれは、うん、あれは面白い企画だな、できるのね、うん、そうだよね、昨日匠君が言ってたけど、うん、動画見て本当に実家にゴルフ場の予約が入った、あ、そうなんだ、何月何日5人で行けますかね、 できるんだ予約、いや、できない、できないそれをやりたい、やりたい、本気にした人がいたみたい、あ、そうなんだ、うん、すごいな、やっぱりゴルフは、ね、みんなゴルフやってますね、夢中になりますね、で花輪さんも昨日行ってきたんでしょ、昨日行ってきたよ、うん、いいな、昨日そのしかも、うん、終わったの12時ぐらいまで夜中のやってたの、すぐそこだったの赤坂の、だから迷ってさ、俺どうしようかなみたいな、まあ、家に帰ったんですけど、結局、うん、12時ぐらいまでこう教えてもらって、先生に、うん、ティーチングプロのね、はい、やりましたけどね、夜中まで、夜中まで、あ、個人レッスン、個人レッスン2時間とか、今1時間半ぐらい、結構疲れますでしょ、1時間半レッスンしました、ね、疲れたね、ね、でも教え方がうまいから、うん、先生の、うん、でもやっぱり結構疲れる、なんかこうもう同じ動きを何度もこう、うん、やってくださいって言われて、うん、でもそれを何度もやったんだけど、うん、で昨日その前に J コムの一人でやってる番組があるんだけど、はい、それのトークのゲストが、うん、
ゴルフの人だったの、たまたま、ゴルフ打ちっぱなしの経営者の人だったの、でそれでゴルフの話して、最近ゴルフ始めたんですよみたいなね、あ頑張ってくださいみたいな話して、でその後に日本撮りなんだけど社交ダンスのすごい先生だったの、それでそしたらやっぱなんかゴルフやってますよねみたいな、その前のゲストの話を聞いてて、社交ダンスやりませんかって言われて、結局なんでですかさ、社交ダンスが一番ゴルフうまくなるんですよ、体の軸で回転するじゃないですかみたいな、軸で回転するの、なんか顔を動かさないでこうやって腰だけで回るから、あれがゴルフにいいんだ、めちゃくちゃいいんだって、だから社交ダンゴルフうまくなるために社交ダンスする人いっぱいいるんでみたいな、私教えますよみたいな感じだった、わけわかんねえな、そうなってくると社交ダンスやりますかゴルフうまくない、いやもうわけわかんないじゃん、もう全部それもつながってって、じゃあ社交ダンスうまくなるためにじゃあ今度将棋やりましょうとか、なんかそうなってくる、俺そうなるな、そうで怖いの、だから最終的にもう漫才が下手になるんだそうですね、まあ、漫才はやってるからな、でもなんか、別にそうですね、はい、そんな感じですけどね、はい、さあということで、土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、今日のメッセージテーマの発表です。テーマはすごい場面に居合わせました、はい、まあ、8日ね、銀座の時計店の高級時計奪われた強盗事件ありましたけども、まあ、現場の様子が撮影された動画がね SNS に投稿されてましたから、まあ、ああいった場面にこう居合わせた時に結構みんなね動画回してたりとか、最近増えましたよね。まあ、あとは有名な事件の現場に居合わせました。昔でも構いませんからね。なんかこういろんなエピソード、すごい場面に居合わせたってありますか？なんでしょうね。すごい場面に居合わせたというと、もうやっぱりスポーツキャスターやってた時に、あの真央ちゃんの涙のフリーを見たとか。あ、そういうね。はい、そういうなんかスポーツの素敵な、それありますよね。とかはやっぱありますよね。だから、ゴルフで言うと、その。何、そう本当有名な場面っていうわけじゃないけど、あの漫才協会の畑健二師匠がね、ゴルフの話になると、必ず俺は王さんと長嶋さんと一緒に回ったことあるって、それはすごい自慢だよね。それすごい応援でしょ。それは ON と一緒にラウンドしたことがあるっていうのは、もうこれ一生使える自慢だよね、これね。すごいな。3人でみたいなことなのかな、分かんないけど、何人か一緒に回ったって言ってたよ。本当に？で、毎回言うのが、あの俺アプローチが前からさ、あの王さんに、やっぱり僕はあの寄席に出てる芸人なんでね、寄席がうまいんですよって言って、王さんがうまいねって言ったんだよっていう、この話が必ずセットにありますんで、じゃあ王さんゲスト呼んで聞いてみましょうか。気軽に呼べないんだけど、気軽に呼んで確認できる。畑現象呼ばないです。王さんまず一回現象はすぐ来るけど、王さんは来れないですなかなかね。長嶋さん言ってくれなかったですね。長嶋さんは言ってなかった。それは王さんの王さんのエピソードとして必ず言います。すごいね、やっぱりそういう、まあすごい場面ね。まあね、自慢になる話でもね、そうじゃないってやつでもいい、そうですね。はい、送ってください。はい、お待ちしております。メッセージの宛先、電話の方は03-3582-1111、03-3582-1111。ファックスの方は03-5562-0954、03-5562-0954。メールの方は chaki@tbs.co.jp、chaki@tbs.co.jp です。お名前、電話番号、住所などを添えて送ってください。メールを紹介した方には番組のステッカーをプレゼントします。はい、すごい場面に居合わせましたというテーマです。お待ちしてます。はい、ではナイツのチャキチャキ大放送、今日のメニューの紹介です。9時25分頃からは、今週起きたニュースを常連さんと振り返るコーナー、常連さんに聞いてみよう。今日の常連さんは、ヤクミツルさんです。そして10時30分頃からは、ナイツのお二人と直接電話で話をする、チャキチャキテレフォン聞いて聞いてです。大谷翔平選手の偉業について語りたいですとか、明日が母の日なのでこんなサプライズを考えていますなど、ナイツのお二人に話したいことがある人は、内容をできるだけ詳しく書いて、お名前、電話番号、住所などを添えてメールで送ってください。アドレスはチャキ@tbs.co.jp です。
電話に出てくださった方にはチャキチャキ特製クリアファイルをプレゼントします、うん、そして11時からはゲストコーナー東京よもやま話。今日のゲストは人志松本の滑らない話のナレーションやアニメサザエさんのアナゴさん役などでおなじみの声優の若本のりおさんです。その後11時30分頃からはアコムプレゼンツ爆笑初めて演芸場、毎月一組の芸人が登場してエピソードトークを披露してもらいます。5月は吉本興業所属のお笑いコンビレインボーの2人が担当です。そして12時15分頃からは G1 シーズン恒例ナイツのチャキチャキ競馬講座、うん、今日取り上げるのは明日東京競馬場で開催されるビクトリアマイルです、うん、今回も土屋さんの予想の他にリスナーさんの皆さんからリスナーの皆さんから寄せられる世相馬券予想の中から、うん、花輪さんが一つ選んで毎週ヤホー馬券を決定します、はい、このヤホー馬券に選ばれた方には JRA オリジナルグッズをプレゼントします、はい、ぜひあの番組のツイッターをフォローしてハッシュタグヤホー馬券をつけて皆さんの世相馬券予想をお待ちしています、はい、番組の競馬講座ツイートもぜひリツイートしてください、はい、お待ちしております、はい、さあ12時30分頃からは初心者歓迎真っ昼間大喜利です。今日のお題は犬に聞いた飼い主あるある、その回答を教えてくださいというお題です、はい、はい、よろしくお願いします。そして番組ではインスタグラムやツイッターなどもやっておりますのでご覧ください。そしてフォローをお願いします。そして10時からは富山エリの東京チャキチャキリポート、うん、TBS の富山エリアナウンサーが東京のいろんなスポットから中継リポートをします。今週は富山アナウンサーがお休みのため、うん、急遽この方が務めてくれます、はい、誰でしょう。中継リポーターさん、おはようございます。 お久しぶりでございます。お久しぶり、お久しぶりでございます、うん、TBS アナウンサー渡辺俊です。半年ぶりですね、うん、はい、皆さんお久しぶりです。なんと急遽富山さんがちょっとね、うん、いろいろありまして、うん、今日は無理ということで、うん、私にお声がかかりまして、出たよこれね、あんまりもしかしたら人いなかったんですかね、私に声がかかりますよね。いやいやいや、そこはしゅんくんじゃないよ。ありがたいことですよ、ね、久しぶりにマイクを握りまして、ただあいにくの今天候が雨、先ほどまでね、もうゲリラ豪雨のような土砂降りが降っておりまして、そうですか、はい、跳ね返りがすごい、今ちょっとやんだんですけれども、はい、跳ね返りすごくて皆さんズボンの裾とかちょっと濡れちゃってる感じ、それぐらいね、地面に打ちつける雨が強くてですね、今ちょうどやんでね、これもしかして空も富山さんじゃないことを泣いているのかななんてね、ちょっと先生メンタルな気持ちになったりもしました。で、今いるのが、はい、聞こえるでしょ、この太鼓の音、ね、これお祭りなんですよ、はい、聞こえますよ。今日ですね、日本三大祭りの一つ神田祭りというのが、ね、行われるんです、うん、はい、これ日本三大祭り、大阪の天神祭、京都の祇園祭に並ぶこの東京の神田祭りなんですけれども、うん、私山形県出身でして、うん、で私といえばもう世間知らずで有名ですよね、うん、そう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 、そうですよね、うん、はい、そう世間知らずなわけですよ、うん、そんなね、ですから私も神田祭りほとんど知りません、うん、調べましたけど全く馴染みがなくて、うん、この神田祭りが日本三大祭りと言われるゆえんって一体何なんだろうということで、うん、まあちょうどね、みこしなんかもこれ出ていまして、今 8時も出てて、大手町の方とかも練り歩くんですけど、30キロぐらい歩くんですが、その方たちのところに行って、また来ているお客さんに神田祭りってどんなところがいいのか、そういうことをお伺いしていきたいと思います、うん、10時からです、お願いします。はい、はい、お願いします。しゅんくんですけどね、はい、よろしくお願いします、うん、それでは土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、12時45分までお楽しみに。TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。生活シーンに合わせてメガネを使い分けていますか？運転やスポーツ、パソコンや読書、あなたの毎日に寄り添って仕事も趣味も快適に、遠近両用メガネのご相談はメガネの板垣へ。メガネの板垣。兄さん姉さん父さん母さん、キッコーナー、ほんなら今からみんなで一緒に行こうな。兄さん姉さん父さん母さん、キッコーナー、ほんなら今からみんなで一緒に行こうな。キッコーナー、街の明かり、キッコーナー。はい、そこみちおです。トリセン週末ショッピング情報です。華やかな料理でお母さんを笑顔にする、母の日お祝いメニューセール開催中。日曜はお肉のびっくり市開催。安全です、新鮮です、トリセン。時刻
は9時24分です。ここでネクスコ東日本がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の臼井裕子さん、おはようございます。おはようございま す。東名高速の下りは横浜松田インターで2キロ15分です。埼玉は一般道の埼玉県内国道299号バイパスの下り、狭山市の笹井、乗用車3台の事故、一車線規制で1キロ半前後の渋滞。また県道の三郷松伏線、吉川市の八甲新田付近、トラックと乗用車の事故、野田橋と玉葉橋の間の上下線が今通行止めになっています。警視庁から以上です。警視庁の臼井裕子さんでした。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は9時52分ごろお伝えします。ここでネクスコ東日本からのお知らせです。圏央道松尾横芝インターチェンジと木更津東インターチェンジの区間では工事のため5月15日月曜日から5月22日月曜日までの平日6日間夜8時から翌朝5時にかけて内回り外回りともに通行止めとなります。それに伴い圏央道高滝湖パーキングエリアは5月15日月曜日から5月22日月曜日までの平日6日間夜7時30分から翌朝5時にかけて内回り外回りともに閉鎖します。なお土日は実施しません。天候により予備日に延期となる場合がありますので、最新の情報は道路交通情報サイトドラトラやネクスコ東日本関東の公式ツイッターでご確認ください。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。ネクスコ東日本からのお知らせでした。 TBS ラジオ交通情報、この番組はネクスコ東日本がお送りしました。ここでメディケア生命保険からのお知らせです。医療保険検討中の60代70代80代の皆さん、そもそも医療保険に入っていない皆さん、医療保険に入る理由を考えたことはありますか？60歳を超えてくると病気のことを考えますよね。病気になった場合に多額のお金がかかってしまう場合があります。その時十分な貯蓄がないと大事な家族の負担が増えてしまいます。そんなあなたに保証は一生涯、保険料も一生涯上がらない85歳まで申し込める素敵な医療保険があります。それは保険料がお手頃で保証が充実の医療保険、新メディフットエース。新メディフィットエース、住友生命グループのメディケア生命の保険料は一生涯上がらず、入院や手術の備えに加え先進医療の療養などの特約が10個以上あるので、自分に合った保証に組み立てることができます。例えば70歳女性の場合、ライトプラン21は月々3320円で加入ができるんです。メディケア生命ではよくわからないという方でもお電話で親切に対応、一人一人のお悩みに対して親切丁寧に対応してくれます。ここまで聞いて気になったあなた、自分のために家族のためにぜひ一度お電話でメディケア生命へご相談してみてください。お問い合わせは0120-157-056 0120-157-056 まで。お電話の際に TBS ラジオチャキチャキ大放送を聞いたとお伝えください。TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京、ナイツのチャキチャキ大放送。常連さんに聞いてみよう。この時間は織広ほか各社の提供でお送りします。土曜ワイドラジオ東京、ナイツのチャキチャキ大放送。ここからは1週間を雑談で振り返る常連さんに聞いてみようのお時間です。今日の常連さんはヤクミツルさんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。お願いします。あのサンクチュアリーっていうネットフリックスの相撲のドラマって見ました？
ネットフリックスって何？ネットフリックス知らないですか？ネットフリックス、はい、あのだから動画配信サイト、コンピューターで見るテレビみたいな。あ、まあまあそうです。そういうレベルなの。そんなレベル。ヤクさんってそうなんですか？もう一切ない。あ、それサブスク系わかんないんですか？全然。そういうサブスクっていう言葉自体は知ってますよ。うんうんうん、サブスクリプション。サブスクリプション。でも実態はわかんない。いや、ちょっと YouTube とかは最近見る。は、あの、撮っていただいているのを時々流したりはします。うんうん、あ、そうか、自分でやってます。自分でやってる。そうか、でもやり方わからない。はい。まあ、そこでまあやってる今相撲のドラマがあって、すっげえ面白そうじゃない？すっげー面白いですよ。すごいクオリティだと思います。あの多分相撲好きが皆さん見ても、うん、見てほしい。役さん力士はそれなりに大柄の人が演じたりしてる。力士は元力士だった人が役者として出てたりとか。面白そうじゃないですか？面白いんですよ、それ、うん、結構相撲界の暗部を ね、そう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 、そうす、ストーリーも、 なんだもうその話で盛り上がりたかったネットフリックス知らなかった。そっからだと浅草キッド出てなかったですけど、ネットフリックスはそれはちょっとあの見られるようにうちの IT 担当に、はい、なんかやってもらいます。絶対奥さん見てますって。サンクチュアリはね、ぜひ役さん見てほしい。サンクチュアリ、ね、サンクチュアリ聞きたかったですね。面白い、本当に、はいはい、さあでは役さんをお迎えしまして、うん、1週間の主な出来事を振り返ります、はい、まずは日曜日です。沖縄那覇空港のゲートを軽ワゴン車で突破し飛行機に乗り込んだ男が逮捕されました。逮捕されたのは38歳の男で、金はないが飛行機に乗りたかったと供述しているということです。月曜日、東京銀座の高級腕時計ロレックスの専門店に仮面をかぶった男3人が押し入り、店から大量の腕時計を奪い逃走。その後、東京赤坂で建造物侵入の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは16歳から19歳の4人で、中には高校生もいました。奪われた腕時計は70数点で、合わせて2億5000万円相当だったということです。もう一つ月曜日、この日から新型コロナが5類に移行され、さまざまなところで感染対策が緩和されました。東京ディズニーランドやユニバーサルスタジオジャパンではキャラクターとのハグが解禁されています。さらに月曜日です。東京足立区の東武鉄道新新井駅の券売機の近く、失礼しました、東武鉄道西新井駅の券売機の近くに置かれていたコーヒー缶が突然破裂しました。近くにいた20代の女性が額と下半身に火傷を負い、女性を解放した駅員も左手に液体が付着し火傷を負いました。コーヒー缶を置いたのは49歳の男性で、勤務先の洗剤を家で使うためにコーヒー缶に入れて持っていた、破裂させたのは故意ではないという趣旨の話をしているということです。木曜日です。午前4時16分ごろ、千葉県南部を震源とする地震が発生。木更津市では震度5強、都内や神奈川県でも震度4を観測しました。この地震で8人が怪我をしたということです。もう一つ木曜日です。野球日本代表侍ジャパンに栗山英樹監督が就任してから今年3月の WBC まで、世界一への軌跡を振り返るドキュメンタリー映画、憧れを超えた侍たち世界一への記録が来月2日から全国各地で公開されることが分かりました。代表選手30人の選考会議から大会直前に行われた宮崎合宿、大会中のベンチやロッカーでの様子などの舞台裏が記録されているということです。同じく木曜日です。プロ野球3月4月の月間 MVP 賞が発表され、セリーグ打者部門で DeNA の宮崎敏郎選手がプロ11年目で初めて選出されました。宮崎選手は打率4割4分4厘、得点圏打率6割1分5厘を記録、周囲をひた走るチームの原動力となりました。そして明日から大相撲夏場所が始まります。4場所連続で休場していた横綱照ノ富士は初日小結正代と対戦することになりました。また今場所大関昇進がかかる関脇霧馬山は平幕の翠富士と対戦します。そしておよそ2年ぶりに幕内として土俵に上がる元大関朝乃山が千代翔馬と対戦します。以上、1週間のニュースまとめてお伝えしました。ありがとうございました。瀬谷さん、気になったニュースはまずどれから。なんかね、いろいろあの世の中
動きが出てまいりましたですね、はい、でまあ、時系列でいうとこの那覇空港に、はいはい、金はないが飛行機に乗りたかったという男が軽ワゴン車、金がないのに飛行機に乗りたかった、マイレージ貯めてなかったんですかね。そういうことじゃないそういうこと言ってないでしょそんなこと。だから、ね、貯めてれば金はなくても飛行機乗れるわけじゃん、なんで今まで貯めてなかった、貯められなかったんで、そういう感じだった、金が多分ゼロポイントですよ、分かんないけどこの人。ラッシュもマイレージって貯めたことがないんだよね、え、はい、結構でも移動はあるんですもんね、あの飛行機もうそれこそ南米とかアフリカも、はい、そうですね、ビジネスクラスで往復してるから結構たまるはずなんだけど、もったいない、そういうものはなんかちょっと考えよろしくないと思って、そのくせしてあのなんでですか、ピザ屋さんの、はい、あのクーポンとかは、うん、全てちゃんと切り取って使う、何が違うんですか、デジタルに言わせる、マイレージってもほらね、うん、ちょっと難しい、ちょっとよくわかんない、マイレージって言われる、だからクーポンって言われるなら、だからなんかこう紙で欲しい、紙でチケットの案件で食べたらいけるみたいな、昨日もクリーニング屋さんに行った時にちゃんと紙の 10% 割引を持ってて素晴らしい、絶対マイル貯めた方がいいですよそれ、ね、みんなから言われる、海外行く人だともったいなさすぎますけどね、マジで、ね、役さんみたいにね、そうです、すげえ貯まるよね、貯まってたはずなんですけど、そうですよね、世界地図でほぼほぼ行ってらっしゃいましたもん ね、この間のやつ見たら貯めたことねみたいな、もったいない、いろんな特典ありますからね、マイル貯めるとね、クーポンでくれ、クーポンポイ活もしてないですか、はい、ポイント活動、ポイ活もしてないポイ活、あ、ポイントも貯めてるのはないですよ、ね、もう紙じゃなきゃだ、浅草の若手芸人飲み行くと大体ポイ活の話になるんです、うん、みんな生活でポイントですごいやっぱり助かるから、もうポイ活名人の芸人がいっぱい増えてきて、そう、確かにね、そうそうそう、ポイ活ね、うん、ポイ活いっぱいあります、そういうのも、ね、うん、でその後同じ、あ、次月曜日に、はい、先ほどもちょっと話題にされてましたけども、はい、銀座の、うん、高級宝飾店だ、時計店にね、はい、あれこの間、大病院が占拠されたばっかだったじゃないですか、鬼の面かぶってたら鬼の面で、だから絶対それだと思いますよね、次ドラマやってたから、シーズン2やってる、シーズン2の撮影だってってことは、なるほど、ね、え、じゃああのちょっと小柄なのはベッキーじゃねえとかちょっと背の高いのは大水じゃねえとか結構でもやっぱラバーガール大水ね、でそこ集まった人たちはドラマの撮影かなって、ね、絶対そこに桜井翔が、うん、ね、うん、出てくると思ってからみんな顔隠してるから待ってるわけじゃないですか、翔くん、翔くん出るかなと思って撮ってたんだ、そう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 、撮ってたので出てくる、これ嘘だろうとかって言いながら来るわけですよ、桜井翔、流行らせようとしたワードね、嘘だろう、嘘だろう、桜井翔くんが出てこなかった、ね、全然流行らなかったです、でもあれでびっくりした、うん、本当にあの、まあ、このところどんな事件が起きても、その監視社会ですからカメラがね、そこここにあって、まあ、それ以外にもその当然その通行人の人たちも自前のカメラを持ってからいろんなところの映像を撮られるけど、あの犯人の一味が、車で逃走して路地に入って、車を横向きに停車させて追っ手を防いで、それから逃げて走って逃走するというシーンがその逃走する手前からのカメラで撮られてる、できすぎですよね、あの映像がね、全部映ってんですね、いろんな角度で、防犯カメラなくてもね、タクシーのドライブレコーダーとかにも絶対映ってるでしょうし、あまりにも絵面が綺麗なんで、うん、変な話ですけどね、うんうんうん、そのうち本当にだから、うん、こうああいうどういう事件が起こるやもしれないというような、うんうん、これはちゃんとその犯人のアップをこう抜くようなカットとか、うんうん、煽るカットとかいろいろいろんな角度の防犯カメラを設置してもう撮影じゃないですか、それ映画の同じじゃないですか、本当今回の絵を見たら撮影だなって思うぐらいのクオリティだったですもんね、そういう映像、防犯カメラ映像だけのドラマとか映画とかもこれからできるかもしれないですね、そう、つなぎ合わせたらね、実際にパリ のノートルダム大聖堂が火災になって、うん、はい、それをのその時の消防士の働きを、うん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 、描いた映画がある、うんうん、もう消防士さん、ね、もうやってるかな、うんうん、あのそれは実際にその映画の中で、うん、当時その町の人たちが実際にカメラで火災の模様を映している、うんうん、それが随所にこう挿入されてて区別がつかないぐらい、これは映画の作りの画面と、なるほどなるほど、それはね実に巧みで、もうすでに映画の中に映画とかではあるかもしれないですね、
ね、結構増えてます、ね、公開されてるんですか。4月の7日に公開になってるようです。なかなかのクオリティの火災映画でしたけど、ね、この前僕らがあの深夜番組の実験的な番組でやったのが、あのナイツで浅草ロケするんだけど、ロケの VTR が全部なくなっちゃったんですと、うん、で街にある防犯カメラとかそういうカメラだけでつなげましたっていう設定 の、 あのバラエティーを やったんですけど、それも結構面白かった。成立しちゃうんですね、うん、そう、そう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 、そういうことですよ ね、 なんかね、本当にカメラ社会というのはとんでもないことになってるかと思いますけど、うんうんうん、ちょっと飛びますけど、はい、だから、サムライジャパンの映画が、うん、これ ね、 ねめちゃくちゃ見に行きたいですね。うん、もうこう割にこういろんなエピソードも語られてるし、はい、もうネタ切れなんじゃないかなってすら思うわけですけど、うんうん、まだやっぱりその非公、うん、未公開の映像とか、うんうんうん、先行会議とかを撮ってたんですね。なかなか貴重ですよね。ちょっと映像見てみたいですね、はい、それこそあの、ね、そういう、うん、YH がどういうふうにこう YH というのは言っちゃっていいですか。YH、ああ、調子乗っちゃって、それ調子乗っちゃってです、ダメです。ダメです。パフォーマンスやる。大丈夫なのかなと思いますよね。これから映画でね、よく調子乗っちゃってダメです。ユリアンの真似する。よくこう、うん、ロードショーがね、中止だ、取りやめになっちゃったりな、たった一人なんかしでかしたせいでっていうのが、3日前にね、あるかね、攻めに行った時にびっくりするぐらいファーストから声出てなかったんで、なんかあったのかなって。そうだったんだ。なんかあった後だったんだあれ。そうなんだ。でも実際まあこんなあの。ネタにしてるような状況じゃなくて、どうもその状況を聞いて、まあ、文春デジタルの報道とか見てると、まあ、かなり立ちが悪そうで、実はこの報道が最初出た時に、まあ、事の深刻さを自覚せずにすぐに4コマの漫画を描いたんですよね、私ね。ところがでもペン入れも終えて、もう入稿できるという状態まで仕上げて、どうも読んでいると立ちがよろしくないと。おあ、これはまあ、もちろん被害者のことを書いてるわけじゃないですけど、うんうんうん、被害者もいらっしゃるような案件だし、はい、これはちょっとやっぱ世に出せないなということで、うんうん、久々に自分で書いたのを没にしましたね。そうですか、はい、ですか。めったに、やっ出しちゃいっていうのが、常なんですけれど、ね、今回は自分はこれは出せないなと思いました、ね。うん、なるほどね。もう映画自体はね、でも本当に見たいですよ ね、 どういう時間の、どうやって栗山監督がどのぐらい一人で決めてたのかなとか、選考会ね、うん、そうですね、うんうんうん、来月2日公開、一番いいよね、優勝してる、いや本当に綺麗なエンディングと言いますか ね、 この間試合展開自体がドラマ、テレビ朝日が、うん、出したあのゴールデンウィークだったかな、はい、その特番やってました ね、 あれも、もうこれだけネタ出てるし、もうさすがにみんなもうまあちょっともう飽きかけてんじゃないのと思ったら、やっぱり視聴率表のね一番に出てたりとか、まだやっぱり世間の耳目はって思ってるからか、日本テレビのジャイアンツ戦の中継ってその自打者サムライジャパン、そ必ずサムライジャパンって出しちゃいますね。日テレもなんかちょっとあの本編勘無視しといてそこですがるかって気しますよね。だって TBS とテレ朝に全部ね、お任せして、手を出さなかったのに、いやそれはいいでも関係省なりましたから、いいじゃないですか、ちょっとかわいそうな情報ですからね、いたしましたけどね。そうそうそう、はい、ね、まあ、でも宮崎選手侍ジャパンじゃなかったですけど、ね、本当にその 大切に使って、はい、ね、ちょっとこうまだくたびれてもいないだろうに、うん、ちょっと出場を、うん、と見合わせてみたりとか、最近昨日も先発外れてみたりね、この調子いいけど休ませるっていうの多いですね、その以前とはちょっと状況が違ってると思いますけど、やっぱりこの宮崎は昨日はいいところでファールフライで、まあ、結果ああいうことになってるので、まあ、本当ね、大切に使って調子を維持させてあげないと、途端にそのチームの成績に跳ね返ってしまうのは、で、というチームはね、気をつけていただきたい。こちらはね、調子いいですね。はい、大相撲ですよ、ね、始まります。始まりますね。うん、まあその場所の直前にね、その一ノ城の、はい、突然の引退、どうするの、今後何するつもりなの、もう期間も確かしてるわけですけど、さっきの花輪さんの情報によると、あ、きっとそっち出るんだ
っていう感じしますね。だって内幕暴露ドラマなんでしょ。サンクチュアリ、暴露は暴露ドラマじゃないです。違う、一の城が出て親方との圧力を語ったり、酒に溺れた土俵人生を語ったりしないから違う。一の城モデルの歴史は一も今のところ出てきてないんで、サンクチュアリは。あ、じゃあそこにハマる、そこにハマるんだ。だシーズン2はあるかもしれないし、シーズン2でも役者として出てきたらおもろいよね。横綱役かなんかで他にやろうな、ね、うん、あれだけ立派な体持て余しちゃうことはもう目に見えているので、うんうん、そこだったんだな。そう、教会、え、どうなんですか、教会に残らない、残らないでしょ、もう、うん、次も未定だというふうに、うん、いい、もう結膜ってやめちゃった状況ですからね。本当にその生活もどうかっていう、ね、レベルの話だと。ヤクさん、朝乃山が今場所いよいよ幕内に復帰しましたけど、もういきなり多分優勝争いに絡むんじゃないかというね、こう見立てもありますからね。ただ初日千代翔馬ってこれクセモノでございますから、空気読まないことにかけて負けてるんですから。いやいや、読まなくていいんですよ、絶対立ち合い変わるぞ。もういいですよ、ここで断言する。変わる、立ち合い絶対変わる、絶対初日変わる。だから変わる変わるって言って変わらない空気読まない時もあるからね。朝乃山も考えないと。どっち以上言われんじゃねえか、絶対なんですね。なんで変わんねえんだよ、空気読めよって言われちゃう。空気読まれって言われちゃう。というぐらい、まあ、初日から面白い、ね、これ霧馬山もね、大関がまた翠富士も先場所もね、ちょっと調子良かったか、まあ、やらしいお相撲さんございますからね。いというか、いいカードですよ ね、はい、取り組みですけどもね、くせもね、うん、今場所はねすごく面白そうだ、まあ、横綱もね、うん、再出場しますし、ね、照ノ富士も頑張ってもらいたいですね、はいはい、さあ、ということで1週間のニュース、ヤクミツルさんと一緒に振り返ってまいりました。ヤク、はい、さんにはこの後もお付き合いいただきます。お願いします。TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京、ナイツのチャキチャキ大放送。あなたのそばにオリヒロ、いつでもそばに。オリヒロの深海ザメエキスは深海ザメの肝油 100% あなたに毎日いい巡りを。お店で買える深海ザメエキスはオリヒロです。常連さんに聞いてみよう。この時間は上信越道リニューアル工事のお知らせです。5月8日から松井田妙義インター高速ジャンクション間の3つの区間で終日通行規制を行います。渋滞を予測しています。詳しくは高速リニューアルで検索。あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本。パンサー向井聡です。滝沢カレンです。毎週月曜から木曜朝8時30分から放送中のパンサー向井のフラット、5月8日月曜日は東大王でおなじみのクイズプレイヤー鶴崎久則さんが登場。カレンさんの数学の疑問をぶつけました。演習率がちょっと分かったような気がしました。さあ、さらにリスナーの皆さんが最近へーと思った雑学を楽しむクイズモーニングへーの第2弾もコアラの秘密が分かります。詳しくは5月8日月曜日のフラット、ラジコタイムフリーやポッドキャストでチェックしてみてください。G-O-K-R-T-B-S-L-A-G-O 車の乗り降りで膝が痛い、座りっぱなしで腰が痛い、少しの運転で首と肩が痛たたた。いつか治ると我慢しないで、再春館製薬所の通算等を始めませんか。通算等は漢方に学んだ医薬品。5つの生薬が膝、肩、腰の痛みを徐々に和らげます。無料の試供薬のお申し込みは 0120-305-305、305-305。通算等は指定第2類医薬品です。使用上の注意をよく読んでお使いください。時刻は9時49分です。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの近藤義則さん、お願いします。はい、お伝えします。性的マイノリティへの理解を促す LGBT 理解増進法案をめぐって、自民党は保守派に配慮した修正案を了承しました。保守派に配慮した修正案では、差別は許されないという文言が、不当な差別はあってはならないなどと差し替えられました。
自民党の西田昌司政調会長代理は、差別という言葉一つで世の中がギクシャクしないように、もう少し大らかな表現という意味で不当な差別ということになっているなどと説明しています。この法案はもともと2年前に超党派で合意していただけに、保守派に配慮した修正案に野党側は難色を示していますが、自民党は来週の G7 サミットに間に合わせるために与党だけでの法案提出も辞さない構えでいます。ウマ娘プリティダービーなど人気アニメやゲームの作曲をしていた田中秀和被告35歳が、女子高校生にわいせつな行為をしようとして卑猥な言葉をかけた罪や、電車の中で下半身を露出した罪などに問われていた裁判で、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡されました。東京地裁は判決で、女子高校生は事件後1週間学校に行けなくなり、登下校時の満員電車も怖くなるなど深刻な影響が残っていると指摘しています。もう一つ、同居する父親の年金で暮らしていた兄弟が父親とみられる遺体を遺棄したとして逮捕されました。逮捕されたのは東京足立区の無職城房江容疑者51歳と弟の秀夫容疑者49歳の兄弟で、80代の父親とみられる遺体をおよそ1ヶ月半自宅で放置し遺棄した疑いが持たれています。姉の房江容疑者は、今年3月下旬に父親が息をしていないことに気づいたということですが、葬儀代を工面できず父の年金で生活していたので通報できなかったと述べて容疑を認めているということですが、弟の秀夫容疑者は、父が亡くなったら姉が報告してくると思っていたと述べて容疑を一部否認しています。ニュース以上です。ありがとうございました。ニュースデスクの近藤義則さんでした。TBS ラジオ主催、伊藤蘭 50th アニバーサリーツアースターテッドフロムキャンディーズ。キャンディーズとしてスタートした伊藤蘭がデビュー50周年、最新アルバムの楽曲とともにキャンディーズナンバー満載、9月2日東京国際フォーラムで開催。詳しくは TBS ラジオイベント情報まで。いいか、リーダーには束ねる力が必要だ。なるほど。おい、何をしている？束ねる力をつけるため電気のコードを束ねています。違うだろう。束ねたコードで電気を使うのは危険です。コードは束ねずに使いましょう。関東電気保安協会。時刻は9時52分です。ここでハトバスがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の薄井博子さん、お願いします。はい、東名高速の下りは大和トンネルで10キロ30分、上り線の日本坂トンネル付近は右ルート左ルートとも 2,3 キロでいずれも10分ぐらいです。首都高速は交通量は少なめ、中央環状線の内回り西新宿ジャンクション2キロ15分です。埼玉は県道の三郷松伏線、吉川市の八子神殿、事故で上下線とも野田橋と玉葉橋の間通行止め。また国道299号バイパスの下り、狭山市の笹井付近は事故処理中、流れが悪い程度。神奈川横浜ではワールドトライアスロン大会のため、港未来や大桟橋、山下公園周辺の道路、午後3時20分頃まで通行止めになっています。警視庁から以上です。薄井博子さん、ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は10時20分頃お伝えします。俺の宝物、大型二種免許。ハトバスの路線バス運転士募集に応募してみたら？路線バス？ハトバスは都営バスの一部を運営してるの。チャレンジしたい。大型二種免許をお持ちのあなた、ハトバス、路線バスでぜひ検索を。地域に根ざして笑顔を運ぶハトバスです。時刻は9時54分です。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。
ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の池田沙耶香さん、今日は傘が手放せない一日となりそうですか、ね、そうですね、降ったりやんだりで、赤坂もね、さっきちょっと強まったんですけど、うん、今は傘さしてない方もいるぐらいの降り方に一時止んでるんですね、はい、なっています、うん、関東南部、東京などは夕方までこんな降ったりやんだりって感じで、うん、夕方以降はやんでる時間の方が長そうです。ただ関東北部は夜まで降ってる時間が長そうですね、はい、で今日は気温もほぼ横ばいなので、ちょっと冷たい雨になりそうです。うん、体拭くタオルとかね、上着とかあった方がいいかもしれません、はい、はい、ありがとうございました。気象予報士の池田沙耶香さんでした。ヤング島耕作はシニアになった未来の自分に出会った。腎臓検診行ってるか。いやまだ若いし。慢性腎臓病は無症状で進み、成人の8人に1人がかかる。だから若いうちから腎臓検診。日本腎臓財団 AC ジャパンはこの活動を支援しています。一日車検が安い、コバックコバック、車検のコバック。TBS ラジオクリーンサタデー、 TBS ラジオクリーンサタデー、今日メッセージテーマがすごい場面に居合わせましたというテーマなんですけど、ヤクさん、なんかそういうすごい場面に居合わせたっていう経験あります、ね、意外にないもんだな、自分でこう考えてと思ったんですけど、逆にそのすごい場面に居合わせているんじゃないのっていう人に声をかけたことはあるんですけど。どういうことですか。まあ、毎年暮れ近くの流行語大賞の選考会というのもあるわけで、はい、大概、まあ、ご飯食べながらね、はい、コース料理いただきながら都内某所で行われるんですけれど、はい、ってことは当然その給仕の方が何度も出入りをされる、うん、お料理を運ぶための、うん、あ、絶対もう耳にそこにいるわけですから。で白熱してきても淡々ともちろん仕事をこなされて、聞き耳を立ててる風も予想わず、でも聞いたことが一致、うんうん、ね、これ言いたくなるでしょ、うん、いや、そういうことはいたしません。プロだ、ちゃんとピチッと返す。それもいやらしいですね。言いたくなるでしょ。逆にそういうなんかちょっと空気をね、はいはい、一回和ませないとピリピリしちゃうっていう。緊張感あるんだ。そうそうそう。そうやってちょっと。でもさすが、うちらも見てみたいですもんね、ちょっとやっぱ選考会みたいなのは。絶対心の感じなんですね、飯食いながら、ねね、食いながらではあるんですけども、真剣に、真剣に、ああ、なるほどなるほど、面白い。絶対心の中で私は誰々に一票とか思ってますよね、言葉に。いや、そう、同意してますよ私は、みたいなね、議論を、ね、聞きながらね、プロはさすがでございます。大体多言いたします。確かにね、そういう仕事の人は結構居合わせてることあるかもしれないですね。そ、うんうん、だって全然違ったけどね、あのレストランで働いてる友達が、うん、あのこの前次の年号を決めてたってなわけ言ってたの。全然違ったでしょ、全然違った、うん、俺を知ってんだよ次の 年号つって。令和じゃなかったし、そいつから聞いて。それは言いたくなるな。絶対おかしいですよ。そういうとこでやらないでしょさすがに、うん、バイトしてるなんかそんな中で丸の内のなんか場所柄以外の、ね、丸の内のレストランありがちじゃん、働いてて、ちょっと信じちゃうね、うん、そうやって言われて、絶対言うなよ、あ、もう聞いたよ、ね、言っちゃってるじゃないですか。ダメじゃないですか。全然違ったからさ、そんなとこで決めないですよね。まあ確かにな、やってほしいですけど。そうね、機密性高い情報から、ね、5月時点でまあ候補はありますか、もう今年は。もう憧れ、憧れ、やっぱり憧れ、やめましょう。新しいツールが出てきちゃったりしてますんでね、その私の弱い相手関係で、相手関係もね、本当ですよ。ネットフリックスって言ってた人が、ね、そういう人が決めていいんだもん。流行語大賞選考会でいいんですよ、本当に。最初ちょっとボケてらっしゃるの、違う、ボケなのかと思いましたよね。いや、なんならサンクチュアリ押してほしいぐらいですね、なんかそこで。さあ、ヤクさんとここでお別れです。またお待ちしております、はい、ありがとうございました。千代田セレモニーは東京、神奈川、埼玉、山梨の家族葬を真心込めてお手伝い。厚生労働省認定の自社専門スタッフが分かりやすいご予算でサポートします。信頼と実績の家族葬は千代田セレモニーです。自社の製品が思うように広まらない、 SNS を活用した企画を立てたいとお悩みのあなた、
TBS ラジオでは音声コンテンツを活用したポッドキャストや SNS などさまざまな企画であなたのニーズにきっちりお答え。資料は無料でダウンロードできます。TBS ラジオ営業サイトで検索。北海道の美味しさをまっすぐ。北海道の酪農家の会社、四つ葉乳業が10時をお知らせします。ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。10時になりました。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。改めましてこんにちは、ナイツの土屋伸之です。花輪伸之です。 TBS アナウンサーの出水舞です。10時台最初のコーナーは富山えりの東京チャキチャキリポート。この時間は毎日新聞社、田島屋、NCP グループ、遺言の窓口、ほか各社の提供でお送りします。ノンです。目立つ場所にいる人のことは伝わりやすい。でも誰もが日の当たるところにいるとは限らない。知ってほしい現実も届きにくくなる。だから気づいた人が周りの人に伝えていく。伝えるってつなぐことだと思う。社会をつなぐ言葉で紡ぐ。毎日新聞。おかしいやつ。田島屋は菓子、食品、日用品の現金問屋。必要なものが安くすぐに揃います。この時間は富山入りの東京チャキチャキリポートですが、本日富山アナウンサーはお休みです、はい。今週は代わりに渡辺俊アナウンサーが東京のいろんなスポットから中継リポートをお届けします。はい、呼んでみましょう。俊くん。はい、こちら太鼓の音が鳴り響いております。ね、威勢がいいですね。はい、今日は日本三大祭りの一つである神田祭りです。4年ぶりの開催となりました。はい、まあ、今週8日にですね、コロナウイルス5類に移行したということもありまして、うん、今もね、あの大手町付近にいるんですけど、沿道にはたくさんの方がいらっしゃっております。今はちょうどですね、この神田祭り神幸祭、神の幸せの祭りと書いて神幸祭を行っておりまして、うん、これがですね、今日朝8時から夜の7時半ぐらいまでここら辺一帯を練り歩くというもので、そう長いね。はい、まず8時に文京区神田明神をスタートしまして、うん、まずはじめ西の方に行きまして、うん、神保町の方に行って、うん、で今南にちょっと降りてきて大手町の方、そこから東に行きまして日本橋、そして水天宮前とまた南に行きまして、でぐるっとそこから北に向かいまして秋葉原、そして神田明神というルートをたどるんですけれども、都心だね。はい、もう30キロ歩くということで、これ隊列もですね、およそ150メートルぐらいあるんですかね。あ、すごい。はい、それぐらいの長さある隊列で、みこしだったり出汁も所々にありまして、ちょっと雨が降っていたのでみこし出汁にビニール袋がかぶさっているんですが、今ちょうど雨は止みましたね。はい、雨止んで、少しね、人の数も今増えてきているといった状態です。はい、で今ぐるっとね、みこしがぐるっと折り返し地点のような形でこの大手町を今は、折り返しているところなんですけれども、今日はですね、この神田祭り、私は山形県出身で世間知らずということで、神田祭り、日本三大祭りと言われておりますが、一切知りません。ですので、この神田祭り、一体どんなところがいいのか、どんなところが推しポイント、面白いところなのかというのを聞いていきたいと思っております。はい、でこれね、でも今ざっと来たこの来てみて、ま、感想としては、あのわっしょいわっしょいという感じではなく、かなり上品な、上品な印象です。というのもこの神田祭り、徳川
徳川家が江戸の天下繁栄を祈って始めたというものなんですが、あの特徴としてはこの沿道の人にも姿あのその特徴は現れております。とにかく皆さんカメラスマートフォンをかざす人が非常に多い。というのも、衣装がね、これ平安時代の貴族の能子でしたり、女性だと十二人へね、そして烏帽子をかぶってという、かなりね、この格式高い、雨の中、格式高く由緒正しい感じ、さらにはその衣装も装束もですね、あのピンク、オレンジ、緑、水色、かなり華やかなんですよ。これ目を奪われますよ、着てる方は。ハッピーとかじゃないんですね。そうなんだ。ハッピー、そうです。ハッピーとか、あの係の人、事務局の人なんかはハッピー姿だったりするんですが、あのこの練り歩く人はかなりこの本当になんか貴族のような、平安時代の貴族のような姿で歩いているので、余計雨大変そう。見とれてるなといった印象ですね。さらにはですね、土屋さん、はいはい、これなんとね、実際のお馬さんも歩いてまして、そうね、神田明神ったらもうね、神明だ、神明。そう、お馬さんもあの、そうなんですよ、ね、これ6歳馬ぐらいのかなり大きい、あの蹄の音がちょっと聞こえますかね。めちゃくちゃ聞こえる、聞こえる聞こえる。ほら今蹄がこうアスファルトをね、こう叩きつける音してるんですよ。すごいですよねこれ。いいですね。すごいね。カモいるんだ。あ、音隠しやある感じですね。カメラで、ね、写真撮りたいですね。撮りたい撮りたい。日本三大祭りというもので、大阪では天神祭りで、京都では祇園祭りで、はい、東京神田祭りということなんですけど、神田祭りって皆さんご存知でした？いや、ちょっとね、僕は全然知らなかったですね。私も勉強でした、ね、そうですよね、聞いたことはありますけど ね、三社祭りとかはね、ものすごく有名なわけなんですが、はい、入ってないんだね、そういうの。そうなんですよ。今ちょうど太鼓が鳴り終わりました、これからですねちょっと休憩しまして、10時半までまた一つの儀式が行われるということで、奉幣の儀というもので、今ちょうどこの大手町のあたりが、まあ、このお祭りの神輿の3つ目の神輿にもなっている平野正門公の首塚があるところで、ここで、ちょっとねまた一つ儀式をやるということなんですが、あ、ちょうどね今太鼓も終わって、皆さんもね手に持っていたスマートフォンを少し下げているようなところです、じゃあちょっとお話聞いていきましょうかね。ねえ、ぜひ。かなりこれ多分ね、歴史のあるお祭りなんで、老若男女も沿道にいますね。さ、外国の方もいるんですよね。やっぱり珍しいということで ね、見に来たんだろうね。たくさんいらっしゃいますね。ちょっとじゃあお話聞いてみましょうか。おはようございます。先生、TBS ラジオに生中継中なんですけれども、神田祭りは結構来られてます。いや、初めて。初めて来ました。どうですか。いやすごいですね、なんかカラフルですごくいいですね、あの平安時代の貴族のような衣装。どちらから来られたんですか。国分寺の方、多摩地区の方から、これのために来られたんですか。そうなんです、まあ、別の用事もあるんです。あの神田祭り初めて来たとおっしゃってました、私もこれね初めて来たんですよ。山形県出身でちょっと世間知らずなんですね、私。そんな お兄さんから見るこの神田祭り、今初めて来て何分前ぐらいから来ました。本当今来たばっかり。30分。今見てそのいいところって何だと思います。いいところなんですか。郵送っていうか、そういう感じですかね。郵送、はい、何を見てそう思いました。じゃあ、まあ全体的な規模っていうんですか、人数とか、あと服装とか、なんか普通のわっしょいわっしょい系のお祭りとちょっと違いますよね。あ、確かに。いや、なんか単純、今回初めてだから、その普段かどういうのかっていうのがわからないんで、あのこういうものがあって、しかも雨だったんで、そういうの危険も含めてなのかなと思いつつ見てた。だから普段こういうをしてるのかどうかもよくわからない。確かに今日雨だから、もしかしたら臨時でってこともあるかもしれないね。ありがとうございます、ね、ありがとうございました。別の用って何だったんですかね。そこは気になった。気になってました、ね、すみません、たびたび気になる。ナイツのチャキチャキ大放送という番組なんですが、スタジオにあのお笑い芸人ナイツさんがいらっしゃるんですが、別の用って何だったのっていうことをちょっと答えられないので大丈夫です。別にちょっと先生をやってるんですけど、先生っつっても公立じゃないんですけど、その授業で
近くでやってます。土曜日もあるんですか。はい、土日。これから授業行かれるんですか。そうです。どうか。ちなみに何の教科を担当とか言いますか。プログラミングを。プログラミングの先生。それすげえ。じゃあこの神田祭りを見た経験も、もしかしたらプログラミングの授業に生きてきますか。あ、そうですね。今日は最初の入った時の授業の枕で。授業の最初のところで最初のトークで使う、すごいじゃん、あんなもんで見てきたんだよ、ね、まあね、ありがとうございます。授業前にプログラミングの先生ってすごいな、メガネをかけていらっしゃってちょっと白髪で185ぐらいあるんですかね、すごくダンディーな方で、ちょっと吉田幸太郎さんにの、ね、ダンディーな方でございました。なるほど。ちょっとね、他いらっしゃいますかね。今皆さんね、またちょっと雨が降ってきたんですかね、傘を差し始めた方が多いですね。ミスター神田祭りみたいな人いないんですかね。そうですね、ミスター神田祭り探したいですね、うん、おそらくその事務局というか運営側の人はかなりこれ神田祭りね、長く関わってそうな人が非常に多かったんですが、うん、ですね、ご家族で来られてる方いらっしゃいますね、うん、はい、男の子3人兄弟かな、おはようございます。TBS ラジオ生中継中なんですけれども、今日ご English, we speak English. English? English, OK? English, OK. 海外の方でした。海外の方だった。はい、頑張れ。 Where are you from? Toronto, Canada. カナダのトロントの方。トロントブルージェイズ。 When is coming Japan? In Japan? Oh, we came last night. Last night? 昨日の夜来たってことですよ。そうなの。ファミリー、3人兄弟、3人兄弟、いいね、シュークの英語すごい分かりやすい、シュークどうでした、えどうでしたってごめんなさい、シュークいい、ね、How was the celebration? Ceremony とか How was the celebration?How ceremony? It's very interesting. Very interesting. First time in Japan, and this was very, very interesting with the clothing and the culture. Yeah. Yeah. やっぱ衣服とかね、この文化を感じられるのが非常にいいってことですよ。俊君聞き取ってた。はい、初めての日本だということですね。はい、初めての日本でね。よかったよかった。ありがとうございます。Thank you very much. ありがとうございます。Thank you very much. Thank you. ああ、よかった。カナダ、トロントの方。いいとこで終わらせようとして。ちょっと焦ったでしょ、シュン君。これでいくと、ボロが出るなって言うのね。ボロが出る前に終わらせようとすんなよ。早いよ。うまいこと言ったって終わろうかと思ったんですけど。シュン君、カナダ、トロントから来た方によく日本語で最初話しかけましたね。結構アジア系の方なんですか。そうです、そうです。あ、そう、分かんなかった、見た目。日本人の方のような感じがして、はい、話しかけたね、トロントの方。あ、でももうちょっと話してみようか。うん。Sorry, three boys, name?Ezra, Jonah, and Matthias. One more. Oh, Matthias. Matthias. Toronto の方? Canada. Canada. 日本の方ですか? じゃない。どっちも Toronto? Yeah. で、Matthias。Matthias. Matthias. Matthias ではないと思いますよ。Like Matthew. ちょっと発音が似てるだけで。Thank you very much.わかんないよ、でもそういう俺もマサヤスな人いるからさ、マサヤスじゃないんですか、デミさん。何なんだろう、多分日本語読みするとメサイアスとかそういう、メサイアス、はい、ああ、なるほどね、マサヤスさんに聞こえましたけどね、マサヤス聞こえるね、マサヤスに聞こえる、マサヤスじゃないんですか、あら、ちょっと勘違いしちゃったかもしれない。いやいや、でもね、ちょっと和風なお名前でね、急に親近感湧きましたね。本当にね、可愛らしい。3歳、4歳ぐらいですかね。3人兄弟でございました。可愛いね。はい。神田明神の方、あ、ハッピーを着てる方いらっしゃいますね。いいですね、聞きましょう。すいません、後ろから。TBS ラジオ生中継中なんですけど、ちょっと沿道行ってもらっていいですか。あれ4人の皆さんは4人組ですね、若い男性、白いハッピー、神田明神と書かれたハッピーを着て、これなんですか、江戸吉光みこし、あ、なんか公式の T シャツとかなんかも着てます ね、 すね、皆さんは何ですか、国学院大学の、公式活動で、公式活動で、はい、どこ大ですか、国学院大学です、国学院、皆さん、ご奉仕ということで、あ、今日、ご奉仕、はい、あ、なるほど、この運営側に今いるってことですね。はい、今日何時からいるんですか。今日は朝の6時40分に集合して、うわ、7時40分頃から、はい、スタートです。4人はこれ練り歩いてるんですか。ここ、そうですね、はい、
ご一緒させていただいてる。初めてですか神田祭り。僕は初めてです。僕も初めてです。あ、みんな初めて、はい、4年ぶりなんで。どうですか。あ、4年ぶり。そっか、4年ぶりだもんね。そうそう、神田祭り4年ぶりだから大学 1、2年生ってこと今。そうですね、そうです、僕は4年生なんですけど、はい、4年生もう僕も今日神田祭り初めて来て、うん、ちょっとこの山形県出身で僕世間知らずなんですよ、はい、あ、世間知らず で神田祭りがこう日本三大祭りっていうのをほとんど知らなくて、この神田祭りのいいところってどこです。やっぱり地域の皆さんと一緒にお祭りを盛り上げられるっていう地域のつながりを感じられるところは大きいと思います、うん、結構やはり近場の人がこれ来てる方多いんですか。そうですね、町内で巡ってその町内ごとに担ぎ手さんとかが変わったりするんですよ、うん、あ、そういうことなんですか。リレーしていくんだね。地域を感じられてるんです。じゃあ今この、まあ、大体神田明神からこの大手町まで来たメンバーが、うんうんうん、まあ、ここでまた変わガラリと変わってっていうこと。地区が分かれてる。途中で変わったりもしたり、途中で変わったりもする、はい、衣装の人たちも変わるのかな。じゃこの今いる人が今日の夜7時までいるわけじゃないんで、じゃなくて、まあもちろんいる人もいるんですけど、うんうん、途中で交代交代、何時から何時まではこうみたいな。あ、それいい情報だね、知らなかった。いいですね。なるほど、そうなんですね。じゃあちょっと皆さん4人が思う、うん、この神田祭ってやっぱ日本三大祭りなんですよ。そうですね。でということで、やっぱ神田祭りの三大いいところ、うん、三大いいところぜひ考えてみて。難しいところ。新三大いいところ。新三大いいところ。そうすると某番組になっちゃいますかね、うん、三大いいところでございます、うん、はい。何でしょう。やっぱりこの都会の東京の中を、うん、こういう風に装束とかを着たこういうものすごい大規模な形で練り歩くことができるっていう、でこういう風に神様と身近に接せる、これはやっぱり神田ならではのものだと思います。つまり一つ目、衣装、ね、衣装、OK、一つ衣装。二つ目、二つ目はやっぱり先ほど申し上げたんですけど、地域の人々とつながりを感じられる。いいね、地域密着、衣装、地域密着。では三つ目、どっちに行こう。では恰幅のいい高青年。やっぱ規模がでかくて、うん、まあ、あの学校内でも関わりが増えるし、うん、ほうほう、別に地域だけじゃなくて、あのやっぱ人間関係、うんうん、あとやっぱ神とも近いっていうのがいいんだと。わ、うんうん、かりました。では三大いいところ、衣装、地域密着、人、神、これでいいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ね、皆さん、ね、国学院だから神道とか学ばれてる 学生さんなんでしょうね。そうだね。専門がこの神道、そっち系、そういう人もいます、ね、はい。そういう人もいるんだ。なるほど、ありがとうございます。ね、ありがとうございました。4人組、そしてですね、後ろに華やかな赤いもの、これなんでしょうね、袴じゃないですね、十二人ですかね、一目がさをまとった女性さんに、おはようございます。皆さんはこれ一目がさを着て、はい、で頭にこれ黒いね帽子のようなもの、はあ、傘をかぶって、はい、本当にこのなんか平安時代の貴族ですよね。皆さんは皆さんは見たことある、ね、時代おいくつぐらいですか。大学生ぐらいですか。私は18です。18、うん、22です。皆さんはお友達とか3人、ここで知り合って、お正月にご報告させていただいた時に仲良くなりました。なるほど。神田祭りは、はい、お三人は初めてですか。何回かある。初めてです。初めて、はい、初めてです。そっか、初めてですか。どうですか、参加してみて。すごい人が多すぎてびっくりしたんですけど、うん、雨でもこんなに多いってことは、ね、晴れだったらもっとすごいかなって思いました、うん、私神田祭り初めてで、なんかこのわっしょいわっしょいという感じじゃないんだなというのが私驚いたんですけど、皆さんから見てどうですか、印象。そうですね、なんだろう、少し向かう方の気持ちに寄り添ったお祭りというか、少し落ち着いた感じもあり、そうですね、私たちもなんて言えばいいんだろう、うん、あの地域の方たちと協力しながらも、昔の方たちの思いに、ん、心に思いを馳せ、うん、ね、ご奉仕させていただきたいなと思っています。朝ドラの人みたいな、ね、花さん、まさにその通り、綺麗な、その通り、本当に黒島結菜さんみたいな方ですよ、もう朝ドラかと思いました、私。本当だよ、ね、声が綺麗で。一目がさ、皆さんどこで ね入手したんでしょうね。これは皆さん衣装は衣装どこで、これは借りるのかな、購入した、借りたんですか。借りました、神田明神の方で受付していただいて、
この置き付けしてください。置き付け物はこれ選ぶんですか、自分で、ご自身で。もともと割り当てられていて、うんうんうん、はい、今日は7時までこれ練り歩きます。途中で交代しますか。いや、7時までって聞いてはいます。長いですね。今日何時起きですか。4時です。4時起き、うわ、長い1日ですね。大丈夫、7時まで。ごめんなさい、これがですね、神田祭りが日本三大祭りということで、ちょっと世間知らずの私に神田祭りの三大いいところを教えていただきたい、ね、今日ね、7時までやるわけですから、うん、4時から7時まで神田祭りの三大ところ、一つ目なんですか。はい、なんだろう、なんだろう、いや、まずやっぱりこの、うん、華やかさという、華やかさね、いいと思う、衣装とかね、うん、全部含めた華やかさ、はい、華やかさは見どころだと思う。いいよ、いいと思う。2つ目でしょ、ちょうど3人いるからね、1人1個いけるね。はい、2つ目、じゃあ朝ドラさんはちょっと待って、最後、はい、2つ目お願いします。なんだろう。1つ目は華やかさが出ました。華やかさ、なんでしょうね。華やか、確かに華やか、はい、馬とかもいてね、華やかです。じゃあ2つ目、なんか次、なんだろう。何でもいいですよ、迷ってる姿もね、素敵ですね、これね、うん、いいですよ、この衣装でね、はい、2つ目の衣装、ね、急に言われたらね、急に言われてもね、困っちゃうよね。はい、何でしょうね、さっき大勢の人が関わってるので、人といろんな人とつながれるの、あ、いい、よく出した。人とのつながり、華やかさ、人とのつながり、よく出したよ。黒島結菜さん、いや、うん、違いました、うん、最後3つ目お願いします。やっぱり団結ですか。団結、久々に皆さん、いろんな方たちとコロナが少し落ち着いて、なるほど、皆さんと関われる機会がこのように準備させていただいたので、すごく光栄に思います。ありがとうございます。ほぼ正解です。ほぼとか、ね、ほぼとか正解とかね、惜しいです。惜しいとかね、クイズじゃない。皆さんそれぞれのね、思う推しポイントですから、ね、すごい。ナイツのチャキチャキ大放送って番組なんですが、お笑い芸人ナイツさん、今スタジオで拍手喝采。ちょっと GPT でおなじみのナイツです。ヤホーじゃないんだ、ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください、7年まで休みながら頑張ってくださいね。え、ありがとうございます。長丁場だ、うん、あ、すごい、私が今ね、ちょっと話しかけてる、写真撮り待ちの列ができてました、今。ごめんなさい、みんな撮りたいんだよ、早く撮りたかった、あ、ごめんなさい、ね、早く撮りたかったって、ね、やっぱり珍しくて、この傘姿が、華やかですよ、可愛いんでしょうね、いや、本当目を奪われます、すごいね、お天気がね、持つといいですね、本当ですね、本当ですね、うんうん、山形にもあるんですか、お祭り。あ、山形に花笠祭りがありますね。めちゃくちゃ有名じゃないですか、ね、はい、かなり東北ではね、青森ねぶた祭りとかあったりして、東北はね、お祭り、まあ、かなり多いんですけれども、まあ、それとはまた違ったね、もう花笠祭りなんてもうわしわしどんじゃらどんじゃらみたいな感じなので、かなり上品な感じで、まあ、違った ね、お祭りの楽しみ方 ね、高貴な感じがありました。世間知らずキャラいいね、はい、世間知らず、知らずなんで、知らないんですけど、世間知らずなもんだね、皆さん途端に優しく優しくなるだね。本当ですね、うん、下手に出るのは大事でございます、はい、さあ12時もやり、はい、よろしくお願いします。以上、富山入りの東京チャキチャキリポート、今日は渡辺俊くんがやってきてくれました。相続や遺言、どこに相談したらいいって？それなら NCT グループだよ。年間8000件以上の実績、専門家はどこも同じじゃないよ。まずは無料相談 0120-555583 555583。 相続遺言は NCT グループ。富山えりの東京チャキチャキリポート、この時間は毎日新聞社、田島屋、 NCP グループ、遺言の窓口、他各社の提供でお送りしました。順調な人生がいいとは限らない。ちょっとだけ進んだり、たまに大きく進んだり、来た道を少し戻ったり、一回立ち止まって休んだり、振り出しに戻ったり、その方が人生は面白い。さらば青春の光単独ライブスゴロク、5月16日から開催。詳しくは TBS ラジオイベントページをご覧ください。東京から全国6都市へ、一つずつ駒を進めます。
花房まりです。瀬名純です。大ヒット映画サニーがミュージカルとして世界初上演。とある女子高生たちの青春時代を彩った仲良しグループサニーの物語。80年代の曲に乗せ笑いあり涙ありの人生ストーリーをお楽しみください。 TBS ラジオ協力ミュージカルサニー、出演花房まり、瀬名純、小林綾子、馬場園あずさ、佐藤ひとみほか、6月26日から東京建物ブリリアホールで上演。チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオイベントページをご覧ください。時刻は10時24分です。ここでシウマイの崎陽軒がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の臼井裕子さん、お願いします。はい、東名高速の下りは大和トンネルで10キロ30分、反対の上り線日本坂トンネルの先、乗用車単独事故の処理始まって今2車線が規制されています。右ルート左ルートとも3キロぐらい、どちらも通過に20分です。首都高速は中央環状線の内回り西新宿ジャンクション3キロ通過に15分ぐらいです。一般道は埼玉県道の三郷松伏線吉川市の八子神殿付近、事故でまだ通行止め続いています。上下線の野田橋と玉葉橋の間です。また都内は神田祭りのため神田明神前の本郷通りなど午後3時ごろから通行止めなどの交通規制があります。警視庁から以上です。警視庁の臼井裕子さんでした。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は10時52分ごろお伝えします。月平ピ、崎陽軒の月平は月平であって月平ではない。そうだそうだそうだ、横浜月平という全く別のお菓子なんです。うん、和菓子みたい。頑張ったもん。それが横浜の可愛いおやつ、横浜月餅。崎陽軒。はい、そこみちおです。トリセン週末ショッピング情報です。華やかな料理でお母さんを笑顔にする母の日お祝いメニューセール開催中。日曜はお肉のびっくり市開催。安全です、新鮮です、トリセン。申請すればもらえるのに申請しないともらえない過払い金をご存知ですか？自分には当てはまらない、手続きが面倒、費用が高そう、この間違えた思い込みで多くの人が申請していません。代表は法務大臣認定司法書士の杉山和穂。 050-1791-8383 1791-8383。 司法書士法人杉山事務所。自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、7代目自転車名人の私石井正則と引田聡が番組のハンドリングを務めます。健康や美容にもってこい、手軽で経済的、何より乗ってて楽しい、そんな自転車を身近に感じていただくひととき、日曜夜6時30分から。ビッグカメラ節電節水全力応援。節電なら省エネエアコン、対象エアコンへの買い替えで最大3万円引き。節水ならドラム式洗濯機、買い替えで最大1万円引き。さらにポイントサービス、節電節水家電がお得。詳しくは店頭ホームページで。伊崎ひいです。マリエです。日曜夜8時30分からはポケットカードプレゼンツ気になる世界の身になる話。この番組はそこはかとない寂しさに寄り添い、さまざまな世界に生きる方々のお話を伺う番組です。皆さんの寂しさにまつわるメッセージをお待ちしています。気になるアットマーク tbs.co.jp です。ここで我孫子市からのお知らせです。毎週土曜日この番組の中で CM を放送している我孫子市のシンボルといえば、都心から一番近い天然の湖沼手賀沼ですね。我孫子市へは JR 常磐線で東京駅からおよそ40分。そんな気軽に行ける水辺のリゾート手賀沼で、明日5月14日日曜日、エンジョイ手賀沼2023が開かれます。このイベントでは人気のカヌーやヨットの体験会に、手賀沼の魚たちとの触れ合い、地元食材を使ったフードコーナーもあり、子供から大人まで家族みんなでお楽しみいただけます。会場は
我孫子市手賀沼親水広場。入場は無料です。当日は鳥の博物館や水の館プラネタリウムの入館も無料です。雨天の場合中止、または一部内容を変更する可能性がございます。詳しくはエンジョイ手賀沼2023で検索してください。以上、我孫子市からのお知らせでした。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。チャキチャキテレフォン聞いて聞いて。時刻は10時29分です。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。ここからは我々ナイツに生で話をしたいリスナーさんと電話をつなぐチャキチャキテレフォン聞いて聞いてのコーナーです、うん、はい、さあそれでは早速本日のリスナーさん話聞いてみましょう。ラジオネームイモロッカーさんです。もしもし。もしもし。こんにちは、はい、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。はい、イモロッカーさん、今日は何を聞いてもらいたいんですか。うん、今日はですね、読売ジャイアンツの低迷の嘆きを聞いてほしいんです。低迷の嘆きですか。ジャイアンツ、はい、ジャイアンツファンですか。ね、ジャイアンツファン歴はもう長いんですか。もう50年以上。すごいですね。はいはい。それはね、まあここね、何年も優勝してないですから。そうなんです。もう花輪さん聞いてください。全部聞きます。ありがとうございます。どこから話しますか、じゃあ、イモロッカーさん。まずはね、うんうん、昨年外国人選手をたくさん解雇しちゃったっていうところら辺から行きたいと思うんですけども。はい、ビエーラとか、そうですね、ラロサとか、ポランコとか、ね。ポランコとか。はい。もうたくさんいなくなっちゃってですね、うんうん、ウォーカーだけかな、結局残ったのがね。そうですよね、うんうんうん。でも、ウォーカーだったら最初から使うのかと思ったら全然使わないし。自分でしたからね。はい。うん、で、日本でのですね、うん、まあ、結果出せていない初めての、例えば BD、名前出して申し訳ないんですけどね。うんうん、開幕投手だったね。はい、開幕投手なんですけど、うん、今まで5登板して0勝4敗。うん、うん、あとやっぱりね、うん、はい、バッターもどうでしょうかな、うん、まあ、野手も守備がね、うん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 、どうしてもこう大事なところでミスしてしまって、うん、点を取られてしまう、上げてしまうという、うん、まあ、この辺のちょっと外国人のこう使い方、雇い方、解雇の仕方、どうなんかなと思うんですよ。うん、これどうですか、はい、これやっぱり、まずは守備をね、重視するのか、打撃を重視するのかっていうところは、はい、まあ、ありますよね。そうでございますね。はいはい、これ、まあ、私、関西人なんですけれども、関西でジャイアンツの嘆きを聞いてくれる人なんてほとんどいないから、ね、いないからね。ちょっとやっぱり、肩身の狭い思いをしておりますけれども。今のかさん的に、このオーダー、このベストオーダーっていうのはあるんですか、はいはい、2023年に関しては。2023年に関してはですね、うんうん、言っちゃっていいんですかね。いいですよ、はい、ナイツさんのネタみたいになるとあれなんですけれども、大事だ、一番吉川君、ね、吉川ね、やっぱりセカンド、はい、はい、うん、セカンド、うん、で2番ね、うん、マルちゃんでいいんじゃないかな。あ、じゃあ昨日と同じだ。あ、昨日と同じですね、センターセンター、はいはい、あ、もうセンターで言ってほしいです。センター丸ね、はいはいはい、うん、でも3番にですね、うんうんうん、坂本いっちゃいましょうね。おーおーおー、昨日と一緒だよ、昨日と一緒だよ、昨日と。あ、昨日と一緒ですね。うん、で、4番にやっぱり岡本和真君ですね。昨日と一緒ですよ、はい、まあね、昨日と一緒ですね。5番にですね、本当は中田をね、うんうん、怪我してなかったら入れたいところですけれど、はいはい、まあ、中田入れときましょう。入れてね。はいはい。うん、で6番にキャッチャー大城、あ、大城ね、大城ぐらい持っていきましょうかね。で7番に、あれですね、難しいですよね、難しいの、はい、外野をね、もう思い、そうです、うん、もう思い切ってね、長野入れたいんですよ、ね、なるほどね、長野、はい、長野選手ね、はい、うん、
蝶のね、ライトを2人で入れたいですね。ライトね、うんうん、いいと思いますよ、ライト。うん、はいはいはい。うん、で、8番を、ここは難しいんですけど、うん、またね、うん、僕ね、松原くん入れたいんですよね。松原聖也がね。はい、聖也くん。はい。で、あとピッチャーということで、いいでね、松原くん、亀井さんの背番号継いだんですけれどもね、去年成績が伸びず、うん、なんか50何番になっちゃいましたけれども、ね、はい。松原くんのような選手をですね、たくさん若手使っていただきたいなというね、うん、やっぱこの、まあ今、ベテラン割と中心のね、メンバーでしたけど、はいはい。ここのね、坂本の、はい、とこ、門倉とか、ね、中山とか、はい、門脇とか中山とかね。門脇ですね。門脇とか中山とか、はいはいはい、こういっぱいいるじゃないですか。はい、います、います。ここはね、ええ、まあ、松原は、やっぱり、この、上位よりも、僕も下位の方が、割と、この、思い切ってやる。伸び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 でやらした方がいいかもしれない。そうですよね。ないですよね。うん、はいはい。もう、90円でぜひですね、取り上げと。こんなのやんないですよ、90円。何を、巨人の低迷をそうです、そうです。巨人の低迷やるんですか嘆くという。やっぱり原監督の苦悩はね、感じてきますけどね。それはもう、毎年優勝を宿命づけられてですね、うもう絶対に勝たなきゃいけないということで、うでね、もう、はい、調子いい選手を入れ替え、ね、使ってっていう感じになるんでしょうね。でも、芋ロッカさんの中で一番好きだった時代ってあるんですか、はい、巨人の。それはね、やっぱりV9 の時代なんですよ、ね。もう、それは、だって9年連続日本一でしょ。気持ちよかったでしょ、そうですね。楽しかったでしょ。楽しいでしょ、それは。ね、もう、当時、日本シリーズなんか平日の昼間やっててですね。平日の昼間やってたんだ。中学生の頃、ラジオをイヤホンで聞きながら授業中ですね。すごい。うおーとか言って、王さんがホームラン打ったら声かけて、やばいことがたくさんありましたけれども。やっぱり王さん、長嶋さんは神様みたいな。そうですね。感じですよね。はい。ヨーロッパさん。日頃でも、阪神ファンの中でどんな風に応援してらっしゃるんですか？あ、阪神ファンの中でですか？大阪で。いや、まあ、知ってる人は僕のことジャイアンツファンって知ってますけれども、知らない人の前では黙ってます。あ、黙ってるんだ。そんなに肩身狭いんですか？結構、隠れ巨人ファン多いって言いますけど、ね。そっちの方がなんか燃えるって人いますよね。ああ、なるほど、そうですよね。甲子園行くとね、ちょっと周りが全部ジャイアンツファンで固まって座れるので。ああ、そっか、そっか、そっか。はい、いいんですけれども、その他の時はもう、黙ってます。ねえ。いや、ちょっとね、ここからまた活躍してほしいですよね。どういうことも。広岡達郎さん、ありがとうございます。広岡さんだった。ぜひ、花輪さんから、はい、原監督に進言していただきたいなと。まあ、きっと今、聞いてると思いますよ、原さんも。ねえ、メールをぜひ、チャキチャキの方にいただけたらと思うんですけど。いたずらがいっぱい届きそうですけどね。そうですね。まあ、とにかく、まだまだ分かりませんから。そうですよ。やっぱりね、8月、9月、10月ですよ。うん。そうですね。うん。芋ロッカさん、はい、優勝ぐらいのタイミングでまた連絡くれたら嬉しいですね。わかりました、うん、ぜひちょうどですね、ナイツさんの独演会の頃にですね、はい、本当だね、応募したいと思います。そうですね、なんか、はい、まあ再開ぐらいになってても連絡ください。ありがとうございました。ありがとうございました。デニズさんも土屋さんもありがとうございました。どうもありがとうございました。芋ロッカさん、はい、また電話してください。闘魂込めて、闘魂込めてって消えてった。うん、まあやっぱこの世代の方っていうのはめちゃめちゃ強いジャイアンツ見てるから、みんなやっぱり余計歯がゆいんだね、いうね、もう今はなって。そっか、だってしょうがない、みんな強いんだもん。他の球団が強いもんね。強いよ。まあ、そういう中でまだまだでもちょっとこっから浮上の可能性もあるからね。全然あるし、なんかなんだかんだ言う割には普通のオーダーだった。いや、いいね。いいんですよ。なんかもうあと助っ人いないんだと思ってたから、プリンソンとか、リズムとかいい。だから長野選手とかは、うん、俺もねやっぱり調子いいんだよね。そうなんだ。スイング自体いいから出してもらいたいなってのはあるけどね、はい、結構迷うよね、外野が迷うよね、みんなね。多いんだよね、だから選手層はやっぱ熱いんだよ、熱いんだよね。だから結果がつながってないのがそこが歯がゆいと、はい、ピッチャーということですね。なるほど、はい、ぜひまたねお電話いただきたいと思います。さあ、芋ロッカーさんのようにですね、聞いてほしいことがある人は内容をできるだけ詳しく書いて、お名前、電話番号、住所などを添えてメールでご応募ください。アドレスはチャキアットマークTBS.co.jp
jp です。電話をつないだ方にはチャキチャキ特製クリアファイルをプレゼントします。以上、チャキチャキテレフォン聞いて聞いてでした。ビッグカメラ節電節水全力応援。節電なら省エネエアコン、対象エアコンへの買い替えで最大3万円引き。節水ならドラム式洗濯機、買い替えで最大1万円引き。さらにポイントサービス、節電節水家電がお得。詳しくは店頭ホームページで。着替えるときに肩がズキンと痛む。高いところのものが取りにくい。夜中にズキズキ痛み眠れない。それ五十肩の始まりかもしれませんよ。いつか治ると我慢しないで、再春館製薬所の通産湯を始めませんか？通産湯は漢方に学んだ医薬品。5つの生薬があなたの肩の痛みを徐々に和らげます。無料の試供薬のお申し込みは、0120-305-305、305-305、送料無料です。通産湯は指定第2類医薬品です。使用上の注意をよく読んでお使いください。サスペンダーズ伊藤です。古川です。毎週金曜日夜12時30分からサスペンダーズのババ歩きを放送しています。この相方の伊藤っていうのは、はい、とてもキャラが濃くてですね、実家がコンビニで、しかも珍しいことにメガネをかけてます。珍しくないよ。しかもたまに遅刻するっていう。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。さあ、お待たせしました、今日は番組で年に一度のお楽しみ、毎年ご好評の熊本県産マスクメロンをご紹介します。このマスクメロンといえば、今も昔も高級フルーツの代名詞ですよね。まあ、ただ贈り物でいただくことはあっても、お値段がお値段なだけに、なかなかご自宅用には手が出にくいですよね。そうよ、マスクメロンは。そうなんです。今日はですね、そんな憧れのマスクメロンをご家庭で味わうチャンスです、TBS ショッピングでは数々のフルーツをご紹介しているんですが、昨年果物部門で売り上げナンバーワンに輝いたのがこのマスクメロン。マスクメロン、はい、なんだね、味よし、そしてお値段もお買い得とあって、毎年ご好評をいただいています、今年ご用意したのも国内有数のメロンの産地熊本県産です、しかも東京大田市場の大手仲卸のとみで、果物一筋30年の目利きが襟すぐったメロンとなっています、熊本県産のマスクメロンは上品で芳醇な香りに、ジューシーでとろけるような果肉、そして濃厚な甘みが魅力です。贈答品としても人気が高いんですよ。本当、めちゃめちゃ甘いですね。すごい、もう花輪さん完食。những đối với cuộc sống của anh em là một phần rất quan trọng trong cuộc sống cứ nghĩ rằng em vì anh mà luônSự ngây thơ của anh cứ như một thằng khờ. Sự ràng buộc đó khiến anh mù ngơ. Cứ để người khác xem vào cuộc đời mình. Và rồi anh đã nhận ra cuộc chơi này anh đã thuaAnh cũng đã từng yêu, từng đau, từng khóc, từng cười. Nhưng vẫn không biết tình yêu là chi. Cuối cùng cũng chỉ là chia ly.
đã từng có rất nhiều hạnh phúc mỉm cười. Em còn nhớ hay đã quên rồi? Những điều chỉ thuộc về mình anh, cho dù chỉ là khoảnh khắc.市場の目利きの方もこの値段はとてもお買い得というほどなんです。この機会にぜひどうぞ、うん、ではおさらいです。熊本県産マスクメロンは 1.5 キロの大玉が3玉でお買い得な税込み5980円、5980円です。番組でご紹介できるのは年に一度だけ、今年は今日が最初で最後です。ただし数に限りがありますので、お申し込みはお早めに。お届けは5月下旬から6月下旬を予定しています。別途送料を頂戴します。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954、 0120-234-954 番です。お届け返品送料などについてもお問い合わせください。インターネットからもご購入いただけます。 TBS ラジオショッピングと検索してください。 TBS ラジオショッピングでした。ここで一曲を聞く。ジャズバンドガチャリックスピンのアンジェリーナ3分の1です。朝っぱらからテンションがぶち上がるロックな30分、アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う早番、近所迷惑にならない範囲でラジオのボリュームをグーンと上げて爆音でお聞きください。毎週日曜朝7時30分から。満85歳まで加入できる FWD 医療なら、入院の保証はもちろん、葬儀代で面倒をかけたくないという方には200万円が受け取れる死亡保証もございます。お問い合わせは 0120-676-626 FWD 生命まで。時刻は10時47分です。ここで三共消毒がお送りする TBS ニュースです。ニュースデスクの近藤義則さん、お願いします。はい、お伝えします。福井県敦賀市の住宅資材製造会社の工場で火災が発生し、作業員一人と連絡が取れていません。今朝6時半頃のことですが、火が出たのは敦賀市にある住宅資材製造会社永大産業の工場で、当時作業中だった8人のうち3人が怪我をし、20代の男性1人と連絡が取れていません。また怪我人3人のうち少なくとも1人は大怪我とみられるということです。作業員の説明では、木材を加工する機械から爆発音がしたということです。それから G7 先進7カ国の保健相会合は今日長崎市で始まりました。新型コロナウイルスからのより良い回復をテーマに、新たな感染症危機に備える重要性を確認する見通しです。また富山市では G7 教育相会合の2日目の日程が始まり、それぞれの国の教育相らが新型コロナウイルスが流行した中での教育実践などについて発表し、またチャット GPT などの AI 人工知能の教育への影響についても議論する予定です。一方、新潟市で開かれていた財務省中央銀行総裁会議は今日3日間の日程を終えて閉幕します。それからスーダン軍と準軍事組織 RSF の戦闘開始から1ヶ月近くになる中、双方は人道支援に関して合意したものの停戦には至らず、現地からの報道では12日も首都ハルツームと周辺で衝突が続きました。対立は依然として深刻で、人道危機が悪化しています。これまでの戦闘で600人以上が死亡し、5000人以上が怪我をしましたが、実際の死傷者数はさらに多いとみられています。それからイーロン・マスク氏による買収以降、広告離れが加速していたツイッター運営会社の後任の CEO に、メディア大手の広告部門責任者だったリンダ・ヤッカリーノ氏が就任することになりました。ヤッカリーノ氏は2011年 NBC ユニバーサルに入社し、広告部門の責任者として国内外の広告販売を取りまとめ、傘下の配信サービスピーコックの立ち上げにも関わっていました。マスク氏は12日ツイッターへの投稿で、ヤッカリーノ氏が自身の後任 CEO になると発表し、このプラットフォームを彼女と共に決済機能などを備えたアプリ X に変えることを楽しみにしているなどと述べています。
それから東映がグループ会社とともに運営する映画館の来月映画の鑑賞料金を来月16日から100円値上げし2000円にすると発表しました。対象は全国20カ所の劇場で、60歳以上のシニア料金など他の一部料金も同様に100円値上げします。値上げの理由にはエネルギー価格の高騰などを挙げています。映画の鑑賞料金をめぐっては、東宝シネマズも来月1日から一般鑑賞料金などを100円値上げすると発表しています。ニュース以上です。ありがとうございました。ニュースデスクの近藤義則さんでした。シロアリ駆除なら1ひもに1ひも3強消毒。家の周りで羽アリを見つけた。それはシロアリの危険信号。 TBS ラジオショッピングと3強消毒の共同企画、調査見積もり無料シロアリ駆除サービス、 0120-234-954 まで。三共消毒がお送りした TBS ニュースでした。麒麟の川島明です。毎週日曜夜7時はスカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。川島さんと私天心向井でお送りします。5月14日放送のゲストは、どうもニューヨーク屋敷です。嶋佐です。ニューヨークが登場、嶋佐をフューチャーした企画もあります。川島明の寝言は5月14日日曜夜7時から。10時51分です。ここでエビせんべいの里御殿場店がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の薄井博子さん、お願いします。はい、東名高速の下りは大和トンネルで10キロ30分、上りは日本坂トンネルの先、2車線規制で事故処理続いています。右ルート左ルートとも渋滞伸びて今2キロ、どちらも25分です。中央道の下りは府中スマートインターで3キロ10分、一般道は埼玉県道の三郷松伏線吉川市の八子神殿、事故で通行止め続いていましたが片側交互通行になりました。通りにくい程度。千葉は国道296の下り、習志野台団地入り口で2キロ半前後。都内は江戸川区内の新大橋通りの外回り、西水江4丁目付近、トレーラーの故障車、左側車線で処理始まって1キロ25分かかっています。警視庁から以上です。薄井博子さん、ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は11時27分頃お伝えします。エビせんべいの里は御殿場インターから車で1分、1階は試食ができる販売コーナーと女性に嬉しいパウダーコーナー、無料のドリンクコーナーもあります。2階では富士山を眺めながらゆったり休憩、土日はおせんべい作り体験も。エビせんべいの里御殿場店にぜひお越しください。時刻は10時53分です。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の池田さやかさん、ちょっと明るくなってきましたか？そうですね、赤坂は今、傘さしている方いなくて止んでいるような状態です。ところどころで降っているっていう感じのまばらな雨雲なんですけれど、はい、降っているところ茨城や千葉では結構激しく降っているところもあるので、天気の急変って感じに注意してください、でこの雨の降り方が火曜日ぐらいまで続きそうで、特に明日の夕方から月曜日にかけては雨が強まるところも出てきそうです、あの千葉地震がありましたけれど、千葉南部あたりも雨足強まりそうで、今地震のあった木更津市は通常よりも大雨警報の基準とかが暫定的に引き下げられているんですね、それぐらいちょっと地盤が緩んでるかもしれないってことなので、雨の降り方注意するようにしてください。注意してください、はい、気をつけてください、気象予報士の池田沙耶香さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ハロー地域猫。キティちゃんが出会ったのは一匹の地域猫。飼い主がいない猫を増やさないため、繁殖制限や餌やりなど管理と見守りを行う活動を地域猫活動と呼んでいます。日本動物愛護協会 AC ジャパンはこの活動を支援しています。楽しく感動できるスーパー、
ロピア。あいうえあいラブラブラブラリルレラブラブラリルレロピアはラブラブロピア。愛に満ち愛されるスーパーロピア。ラブラブロピア。時刻は10時55分です。土曜ワイドラジオ東京ナイツのちゃきちゃき大放送。今日のメールテーマはすごい場面に居合わせました。はい、いっぱい来てますね。はい、たくさんいただいてます。クールなルークさんです。もう30年以上も前です、うん、ある夜新宿の西口でサラリーマン風の若い男性が3人連れの男性に絡まれていました、はい、3人から小突かれるサラリーマン。しかし次の瞬間サラリーマンがあっという間にパンチ2発で2人をダウン。もう1人はただ呆然と立っていました、うん、サラリーマンは私に近寄り、すいません次の店行きましょうと言いました。彼は私の後輩で友人、元暴走族の総長で喧嘩には慣れていました。彼は優秀なエンジニアで普通のサラリーマンです。すごいね、びっくりするね。ねえ、ドラマとか漫画みたいなね、本当よくあるよね、うん、あっさりもう一発で、やっちゃうっていう、うん、くぐり抜けてきた修羅場が違うんだよ ね、 だやっぱりね。喧嘩には慣れてる、慣れるっていうのが、ね、慣れるんですかね。慣れなんだね。慣れなんだね、うん、慣れなんでしょう。うん、総長からエンジニアに転身したね。すごいね。ラジオネームカニタマさんです。はい、憧れていた大学の女性の先輩が、うんうん、オリンピック選手と手をつないでいる場面に居合わせました。後で経緯を聞くと、うん、先輩が働いていたデパートのバイトでたまたま来訪したオリンピック選手と知り合い、うん、付き合うようになったとのことでした。自分は憧れの先輩が男性と手をつないでるのを見て呆然としましたが、相手がオリンピック選手と知って諦めがつきました。ちなみにそのオリンピック選手とはヨットの高橋選手で、後に先輩は高橋選手と結婚しました。なるほどな。あ、なるほどね。運命の出会いだったんですね。そうだね、うん、デパートのバイトでたまたま来たっていうのはそうですか、うん、それで、うんうんうん、ね、すごいねオリンピック選手、ね、俺もその中学の時に塾に通ってて、うん、その塾ですっごい美人がいて、うん、同じクラスに、はい、もう学校ではいないような感じの美人だったから、うん、わすごいなって思ってたら、後々 J リーガーと結婚して。あ、そうなんだ、やっぱり、そう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 、美人だから、うんうん、やっぱ聞いたねそういうのはね、うん、だからやっぱりなんか、うん、あの子はちょっと別格だなと思ったら、やっぱりな、うん、そういうのってやっぱりなんか、まあ、そうなるんだろうね、周りがもうそういうふうに思っちゃう人ってね、そうだね、そうなってくるんだろうな、ね、あの高校サッカーで、うん、あの記録作った北島さんです、うん、北島、そう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 、一部なの一回来た、来たことある、そうそうそう、来たよ、そこでちょっと言ったかもしれない、言ったかもしれないね、うん、うん、まあ、もちろん奥さんは俺のこと覚えてないだろうけど、まあ、一応それ言っとこうと思って、その頃から見えてないから土屋さんのこと見えてない、透明感、その頃から透明感があったか知らないけど、だからそういう人、向こうのオーラすごかったけどね、だからオーラを消したくてももう消せない人っているからな、あ、まあそうかもしれないね、そういう人かもしれない、めちゃ、それからめちゃくちゃこいつ見てんなと思ってたかもしれないけどね。俺も塾でめちゃくちゃ見てたと思う、その美女のことは、多分視線を感じると、全然勉強に集中してなかった、やだな、うん、まだまだメールお待ちしております。古谷金属 SDGs レポート。脱炭素社会の鍵を握るグリーン水素、 CO2 を排出しないクリーンな水素製造の実現に古谷金属はオンリーワンの技術で貢献しています。科学技術の発展と社会の繁栄に貢献する。古谷金属。自社の製品が思うように広まらない、 SNS を活用した企画を立てたいとお悩みのあなた、 TBS ラジオでは音声コンテンツを活用したポッドキャストや SNS など様々な企画であなたのニーズにきっちりお答え、資料は無料でダウンロードできます。 TBS ラジオ営業サイトで検索。喉に違和感があったら、喉直接潤う龍角散ダイレクト、第三類医薬品です。5本といえば龍角散が11時をお知らせします。
ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。午前11時を過ぎました。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送をお送りしております、はい、ここからはゲストコーナー東京よもやま話。今日のゲストはサザエさんのアナゴさんの声でおなじみ声優の若本のりおさんです。よろしくお願いします。よろしくよろしくお願いいたします。かっこいいですね。この一言も師匠今日ありがとうございます。師匠今日ありがとうございます。師匠じゃない、今日から師匠じゃない、師匠が来ていただきましたから、ね、よろしくお願いします。めちゃくちゃなんか感慨深いよね。なんかね、まあ、もうずっと子供の頃から聞いてきた声ですし、やっぱり今見た感じもやっぱり初めてお会いしましたけども、本当の映像の俳優さんのようなこの渋さ